それではお時間になりましたので始めさせていただきます、えー、皆様本日は LINE 株式会社 SRE 採用説明会にご参加いただきましてどうもありがとうございます司会進行を務めさせていただきますエンジニア採用チームの永井と申しますよろしくお願いいたします本日のオンライン説明会なんですけれども参加者の皆様からのご質問を Zoom の Q&A で受け付けております質問はセッションの途中など思いついた時に投稿してください えー、コメントですとかあとは最後の q a セッションのお時間を取っておりますのでそちらで回答させていただく予定です。匿名での質問をご希望の方いらっしゃいましたらぜひ「匿名で送信」というところにチェックをして、えー、投稿していただけますとお名前見えずに投稿できるようになっておりますのでぜひご利用ください。 またすでに投稿されている質問に投票するといういいねボタンのような機能もございますのでもしすでに投稿されている質問の中で聞いてみたいものがございましたらそちらも投票をよろしくお願いいたしますはい、本日のアジェンダこのようになっております本日ですが LINE で募集している SRE のポジションについての説明会となります LINE では様々な領域で 領域ですとか事業を展開しております。領域で事業を展開しておりまして、それぞれの領域、フェーズならではの課題解決や挑戦を続けております。そして、それぞれの事業、サービスごとに SRE があります。 今回はですね、9つのチーム、ちょっと多いんですけれども、9つのチームで SRE として働くエンジニアが登壇しまして、業務内容ですとか、あとは開発体制、開発における課題、働く個々人のやりが,やりがいなどについて、それぞれお話をさせていただく予定です。事業ごとに異なる特徴ですとか、LINE の SRE ならではの共通するような部分など、いろいろとお話しできるかと思います。少し長い時間となりますが、ぜひご視聴ください。 すべての発表が終わりましたら、最後に Q&A のお時間を設けております。こちらで皆様からのご質問に答えていきたいと思っております。なので、どしどしセッション中でもご質問いただければと思います。よろしくお願いいたします。終了時間は21時30分ごろを予定しております。長い時間となりますが、ぜひ最後までお付き合いいただけますと嬉しいです。よろしくお願いします。 では最初に LINE の会社説明と SRE の概要について佐藤よりお話をさせていただきますでは佐藤さんよろしくお願いします、はい、LINE のコミュニケーションサービスインテグレーション室室長の佐藤です、はい、皆さんも早くサービスのもっと詳しいお話であるとか聞きたいと思いますのでまずは私の方から LINE 全体、まあ、それから今回説明させていただくサイ,サイトリライアビリティエンジニア SRE の、まあ、我々の持っている SR e 像のようなものをお話しさせてください。はい。まず、弊社の紹介をさせていただきます。私たち、LINE グループはですね、クロージング g ディスタンスというミッションを掲げています。で世界中の人と人、まあ、それから情報、サービスであるとか、そういったものをすべて距離を縮めていこうというのがミッションです。 そのコンセプトの一つにライフオンラインというものがあります。これはいつでも毎日せか生活の全て、そういったものをライフプラットフォームとして支えると、LINE が支える、サポートするという意味が込められています。今日もあのいろいろな様々なサービスから紹介をさせていただくんですけれども、LINE というサービスだけではなくて、まあ、AI であるとか、金融、まあ、そういった様々なサービスを通じて、ユーザーの皆様の生活を支えるというのが目指しているところです。 えーまあ、重要な点として規模であるとかインパクトといったものもあると思っていまして、まあ、そのイメージなんですけれども LINE のメッセンジャーアプリについて、えー、今年の6月の時点で,です、ね、月間の MAU、えー、アクティブユーザーが主要4か国を合わせると1億7100万人と日本でも8900万人と非常に多くのユーザーに利用していただいています。で まあ、企業としてのラインにはですね、他にも事業、サービスがあります。我々全体としての成長戦略には、スマートポータル、ス,スーパーアプリ、スーパーアプリ構想の実現というのがありまして、メッセンジャーアプリはこの入り口になっているんですけれども、オンライン、オフラインを問わず、人や情報であるとか、まあ、サービス、企業、ブランドといったものをシームレスにつなげていくという、スマートポータル、そういったプラットフォームになるというのが目標の一つです。 でその中で、例えば広告であるとか、コンテンツその他とあるサービスなどがコア事業で、フィンテック、コマース、AI といったところが、より挑戦的な戦略事業として位置づけられています。で、次に、我々の組織や担当領域についてなんですけれども、先ほどもご紹介したとおり、さまざまな事業、サービスがありまして、それを展開するための組織があります。 で本日、登壇するエンジニアについてなんですけれども、ご覧のこの枠でいうと7つの領域から9名ですかね、が登壇していろいろ紹介させていただきます。まあ、入り口であるメッセンジャーアプリから、コア事業の部分、戦略事業の部分、まあ、それからそれらを横断的に支えるデータプラットフォーム、インフラといったところ、かなり幅広く紹介できるかなと思いますので、ぜひこの後の発表もお聞きください。 まあただ、あのやはり技術的な役割、ロールのご紹介ということで、どんなことをしているのかであるとか、まあ、イメージ、ちょっと伝えられるかなというところで、まあ、今回登壇する領域のキーワードになるんですけど、まあ、いくつか利用しているスタックをまあ抜粋してみました。まあ、例えば、サーバーサイドでは JVM 言語が多いであるとか、LINE 全体の特徴というのもあるにはあるんですけれども、実際はその扱う事業が 極めて多岐にわたるいろんな事業、サービスがあるということもありますし、まあ、レイヤーもいろんなところがあるということで、まあ、一覧にするとかなりもう多いなという形ですね。でただ、これはあの実際には、あの実際それぞれのサービスであるとかチームでも、えー、いろんなものを採用したりであるとか、自由度が高い状態で、えー、そういった環境で仕事をしていると思います。まあ、見ていただく通り オープンソースソフトウェア OSS も多く活用していますしそういった OSS へのコントリビューションというのを業務の一環で行っているということもありますここからは採用にも関連する LINE の情報を紹介しようと思うんですけれどもまず人事評価とエンジニアの活躍の仕方キャリアパスについて紹介します我々多くのエンジニア組織はですねエンジニアで独立した組織になっていて エンジニアの評価はエンジニアである上長が実施するというのが原則になっています。最終的にその評価の調整がもちろん行われますし、その評価自体のすり合わせだったりとか、改善というのも毎回繰り返して行っています。で各組織であるとか事業によってやっぱり貢献の仕方、求められているものというのは様々ですので、画一的なやり方というよりは、 より個人の成果に対して柔軟に評価を行って、きちんと,、えー、と改善していきましょうというのが趣旨になっています。で社内のレベル制度、えー、個々のメンバーがどのように活躍しているかというのがあると思うんですけれども、こちらでも、えー、様々な活躍をしていただきたいというのが込められた仕組みになっています。それぞれの役割に対してはですね、I, I レベルと呼んでいるもの、インディビジュアルレベルというのがあります。 それから、それに加えて、マネージャーであれば M レベル、マネージメントレベルというのを設定していまして、まあ、それぞれに期待されている活躍の仕方、まあ、これからどういうことをしていただきたいか、あるいは今、どういった評価を受けているかというのを分かるようになっています。で、まあ、もうちょっと具体的に多分話した方が良いのかなというところで、まあ、SRE も含めてですけれども、エンジニアの貢献の仕方のパターンがあるのかなと思っていて、まあ、LINE では キャリアパスであるとか、活躍の仕方も柔軟に考えようとしています。こちらのエンジニアとしてよくあるパターンだったりとか、世の中でも聞くキーワードかなとは思うんですけれども、サービスやシステムを作ったり、運用したりといった部分に自分自身技術力で貢献してくれるというインディビジュアルコントリビューター、それから開発者を含めたチームをリードして、サービスや事業に対して技術的な側面から貢献してくれる とといったリリーードドしてのテックリードで、まあ、私も含めて発表者の中にも多くいると思うんですけども人事上のマネージャーとしてチームをマネージメントしていくチームとしての貢献を最大化していこうというところに取り組むためにエンジニアリングマネージャーというやり方役割もあって、まあ、そういったところでエンジニアが多く活躍していると考えています。 次に昨今ですね、ご興味持たれている方も多いのかなと思うんですけれども、仕事をする環境について紹介します。こちら、あの、今年の4月のお知らせなんですけど、LINE の本社、東京での基本的なオフィスは今、四谷にあります。多くの組織が四谷オフィス所属してるんですけども、東京で言いますと、南新宿、大崎にもオフィスがありまして、金融サービスなどは大崎にも所属しています。大崎で所属しています。 で四ツ谷オフィス、私もたまに行くんですけど、今も絶賛いろいろ立てていたりとかですね、重機追加が行われていたりしてですね、まあ、ただ、4月から、ね、新,しい写真新しいオフィスなので、いろいろ綺麗なところがあります。こちらが四ツ谷の写真なんですけれども、チームビルディングをするためのアクティビティができるスペースだったり、カフェがあったりといったところが用意されていたりとか、社内コンビニであるとか、マッサージ室。 そういったものもあって利用ができます。はいでまあ、ただ、オフィスの話をさせていただいたんですけども、現在、今今ではやはりあのコロナ、COVID-19 の事情というのがあります。でまあ、世界的にもリモートだとか、在宅勤務というのは必要かなと思っているんですけども、LINE でも今、在宅勤務を積極的に導入していて、かなりの方、在宅勤務で業務を行っていただいています。 でまあ、今後の制度であるとか、働き方というのは検討中なんですけれども、リモートでも業務ができる環境、まあ、そういったものへの投資であるとか、まあ、整備は続けていくことになっています。実際、その導入されているやり方であるとか、取り組みとしてはです、ね、えー、と現状でも社内制度とか、インフラ、リモートワークのためにツールというのはどんどん導入されています。でまあ、非,常時非常時でもありますので、まあ、使いづらくなっているものとか、 例えば特別休暇の福利構成があったりするんですけれども、そういった既存の制度に対しても柔軟に対応していこうとしています。それ以外でですね、特にエンジニアに関係がありそうなところ、制度、福利構成などについてなんですけれども、例えば開発環境の選択というのも柔軟にしていただくことができます。でそれから技術的な部分を含めて、本質的なところに集中してもらいたいというところで、まあ、例えば事務処理、 などに対しては組織的にサポートを行って、なるべく効率が良くなるようにしたいというところで取り組んでいますで。技術であるとか、あるいは語学学習、そういったものに対するサポートも積極的に行っています。直近ではオンラインが多いんですけれども、カンファレンスへの参加なども会社としてサポートしています。はい、であと1枚だけになるんですけれども、最後1枚だけ紹介させていただいて、 各サービス、組織からの紹介をさせてください。で、まあ、最初のこのセッションのまとめなんですけども、まあ、LINE における SRE 組織であるとかメンバーについて、細かいところは本当これからぜひ聞いていただいて、えー、ご興味あればカジュアル面談であるとか応募とかしていただけると大変嬉しいんですけども、まあ、我々エンドユーザーに見えるサービスっていうのもあります。で一方で、社内のインフラサービスになっているものであるとか、 V2B のサービスもあります。そういったものを各サービス、機能開発とか運用も行っているんですけれども、それらと密接に連携をして、リライアビリティを通じてサービスを支える価値を提供していくというチームの中心となってくれるようなチーム、メンバーというのが SR リゾーかなと思っています。こちらにもすごい簡単な絵が書いてあるんですけど、ライフオンラインというのがやはり我々が持っているコンセプト、価値の一つなんですけれども、 これはまさにライあの、リライアビリティ、SRE の領域が直接貢献できる。まあ、かつ、我々としては規模が大きいですし、まあ、挑戦的な課題であるとか、まあ、やることもいろいろまだまだあって、自由度もある領域、そういったところで活躍できる人一緒に活躍できる人があの <laughs> 探して、えーと、探したいなと思っていますので、ぜひよろしくお願いします。はいだ。というわけで、それではお待ちかねの発表の方。 移りたいと思うんですけれども、一番最初はコンテンツプラットフォームの加藤さんからよろしくお願いします。はい、えー、ありがとうございます。じゃあちょっと今画面移すので少々お待ちください。でしょ。はい、えっ、ー、とこちらで画面大丈夫そうですかね。もし何か問題があればすみませんが指摘お願いします。 じゃあ、コンテンツプラットフォーム SRE の加藤から、コンテンツプラットフォームの SRE についてご紹介させていただければなと思います。はい、まず最初、私の紹介から失礼します。2014年に株式会社ドワンゴの方に入社しまして、ご存知の方はもしかしたらいるかもしれないんですが、ニコニコ動画というところのバックエンドのエンジニアをやっておりました。アプリケーションのエンジニアですね。 スカラとか Java とかを書いていて、で、その後、Web API Gateway のチームのリードをやったりとか、OS チームのリードをやったりとか、そういったところを経営やっていって、で、Redis のヘビーユーザーでもありましたので、えー、Redis、えー、自体の DBA などもちょっと兼ねてやっておりました。で、ちょっと Redis の方からさらにキャリアが広がって、えー、MySQL とか ErasteXearch の DBA とか、 になって、で、結果的にディスクストレージの方もちょっと面倒を見た方がいいだろうというところで、ブロックストレージとか、ファイルストレージ、オブジェクトストレージとか、そういったところまで見て、そこまで見たら、じゃあ、プライベートクラウド全体じゃないってなって、はい、2019年おととしですかね、までは、えっと、ドワンゴ、カドカーコネクティッドっていうちょっと、カドカーグループの会社で、えっと、DBRS とかストレージなどを見るプライベートクラウド、 全体で予算 PL とか BS とかも含めて全部、えー、と採用計画とかもやっていました。で、えー、と今 LINE に所属している、えー、とこのコミュニケーションサービスインテグレーション室の SRE として入社したのは、えー、とちょうど10か月ほど前ですね、はい。で、アプリケーションエンジニアや、まあ、DBA の経験などありますので、まあ、それをまあなるべく生かして信頼性向上のためにエンジニアリングをやっているという感じです。 でサービス、まあ、コンテンツはこんな感じです。で、サービスのスコープからいきなり、えー、話していきたいなと思うんですけども、えー、とこのコンテンツプラットフォーム、えー、主なスコープは、まあ、すごくわかりやすいところで言うと、LINE のスタンプとか、着せ替えとか、絵文字とか、まあ、そういったところが多いのと、あとは Web、えー、の LINE ストアというウェブサイトがあります。はい こちらの方も、えー、と私たちですね。あとは LINE アプリで一番左と一番右に、ボレットっていう名前のタブと、えー、ホームっていう名前のタブがあると思うんですが、えー、とその2つも私たちの方で管轄をしています管理をしています。そう例えば今、あの皆さんが LINE でスタンプを送信とかをしていただくと、えー、とその所有権の判定するとか、そういったところの処理が私たちのサービスで行われています。はい、でこのスタンプなどのチームの、えー、と運営の体制なんですけども、 この開発、サーバーサイドがいてで、企画、プランナーの方や運営の方がいて、で開発、UIT って呼んでいるのは、えー、と主に JS とか HTML とかベースのチームですねで。デザイン、デザイナーがいて、開発のクライアントサイド、これネイティブのサイトですね。であとは QA、品質保証のチームがいます。SRE は、この開発のサーバーサイドの方に所属をして、まあ、一緒にエンジニアとして、はい、サーバーサイドのエンジニアと一緒に働いています。 で開発の拠点、先ほど、えー、と佐藤の方からも、まあ、東京の4つ屋オフィスの案内はありましたが、LINE、えー、と,としては LINE 福岡も合わせて、えーと、主に日本だと2拠点、えー、と福岡と東京にいてで、それぞれ私たちのチームだとえ、これエンジニアだけなんですけど、福岡にエンジニア9人、東京にエンジニア16人というような体制で開発をしています。ただ、えーとまあ、このコロナ禍という問題も ありまあ、私もこの10ヶ月間、入社してから10ヶ月間で、まあ、オフィスに行ったのが多分全部で2回程度、はい、でほぼずっとリモートワークで、もう転職してからずっとリモートワークで働いています。でまた、この CSI、スタンプのチームなんですけれども、まあ、非常に出身国、まあ、多国籍のチームでして、まあ、日本とか、えー、とアジア圏のチーム、アジア圏だけでなく、アフリカとかヨーロッパとかアメリカ大陸とか。 いろんなチームから、えー、とメンバーがいて、でまあ、英語ネイティブじゃない方も当然たくさんいるし、えー、と日本語が、えー、とまだ苦手な方もいらっしゃるし、逆に僕とかそうなんですけど、英語がまだまだ苦手な方もいるみたいな、そういった、えー、とちょっとバリエーション豊かな、えー、メンバーで構成されているチームです。えー、とコミュニケーションの方法とかもしかしたらちょっと気になるかもしれないんですけど、それはちょっと後で話したいと思います。 でこれが、えー、と技術スタック、テクニカルスタックですね。ちょっと下の方から簡単に見ていきたいと思うんですけども、えー、とまずインフラストラクチャーという意味だと、プライベートクラウド、えー、とベルダーと呼んでい、えー、れているものを使っています。でこのベルダーについてはあの、この後、万事さんからですね、ベルダーの SRE として、えー、と話があると思うので、そちらを楽しみにいただければと思います。でえー、とベルダーのチームが VM と物理マシン、また Kubernetes などを えとインフラアザーサービスとして提供していただいていてで、私たちはそれを利用しているというような形です。で、えー、VM などであれば、ANSIBL と AWX、これ、ANSIBL、えー、タワーの OSS のものですね、あとは内政2のデプロイ、えー、を使って、まあ、プロビジョニングデプロイを行っていたり、Kubernetes であれば、ArgoCD、ドローン CI で GitOps でデプロイなどを行っています。 ジェンキンスは主にコードスタイルのチェックとか、まあ、プルリクエストビルダーを使って CI、えー、をちょっと回ってたりとか、そういうのに使っていますね。でモニタリングやアナリティクスなんですけど、まあ、いわゆる、えー、とオブザーバビリティの3要素、えー、とトレーシングでチップキンを使っていたり、ログでエラスティックサーティーフレンドで行き花、あのー、いわゆる EFK スタックというやつですねを使っていたり、また長期間の分析が必要なときは Hadoop を使っていたり。 で、えー、メトリクスではプロメテウス、h、えー、ッシュゲートウェイ、グラファナなどを使って、えー、メトリクスの収集とかアラーティングとかして、モニタリングとかしていますね。で、ミドルウェアはかなりちょっと大雑把な括りなんですけど、えーと、メッセージバスとして Kafka カカを使っているのと、まあウェブサえー、ウェブサーバーとして n g i n e x データベースは、えっ、ー、とですね、まあ、キャッシュは Redis で検索は Elasticsearch で、マイスケールと MongoDB はなんかスケールアウトとかトランザクションとかそのあたりで使い分けてたりとか。 していますで言語とフレームワークはまあ主に,に Java とコトリンが中心ですね。ただ、使い捨てのスクリプトとかであれば Python だったり Node.js だったり、その書いた人がエンジニアが慣れてるスクリプトを使ったりすることもあります。でフレームワークは Spring Boot が中心で、Almeria っていう LINE の OSS であったり、RxJava を使ってリアクティブプログラミングで開発されていたりします。 でまあ、かなりちょっとスタックとしては多いように見えるんですけど、あのまあ、先ほどのベルダもそうですし、えっと、デブオプスのチームがジェンキンス、ドローン CI とか AWX を持っていたりとか、えっと、監視、モニタリングのチームがプロメテウスとかを持っていたりで、データプラットフォームのチームが h a d p を用意してくれていたりとか、あとは DBA の方が MySQL、えっと、とか Redis とか Mongo、プロビジョニングしてくれたりとか、いろいろあるので、えっと、基本的には社内で使えるもの、 もちろんサービスレベル的にも機能的にも使えるものがあれば、それを積極的に使っていって、もしなければ当然自分たちで、アルゴ CD とかそうですよね、自分たちで管理して使うっていうような形で行っています。ですので、SRE、まあ、特徴としては、えっとまあ、企画の方もそうですし、まあ、DBA の方もそうですし、ータサイエンティストとか、デブオプスのチームとか、まあ、そういった各社内のいろんなロールの 方々にワンホップで直接アクセスして、えっ、ー、と、じゃ、信頼性、リライアビリティ高めるには、一番最短距離は何なのかみたいなところで、仕事をすることが多いなと思っています。なので、例えば、えっ、ー、と、ディがちょっと、じゃ、詰まっていて、スロークエリが出てるなんて時に。まあ、クエリをチューニングするっていうのは、当然、やった方がいいんですけど。まあ、そもそも、えっ、ー、と、この使用、スペック、ビジネスがいけてないよね、であれば、ちょっと企画の方に相談して、変更したりとか。 じゃあ、えー、ともうちょっと簡単なところで言うと、クライアント側でこの画面のときにプリロードすれば、ユーザー体験は良くなるんじゃないかとか、まあ、本当に、えー、とリライアビリティを向上させるっていうための目的のために、まあ、最短で、かつ、まあ、今後、えー、と負担にならない、負債にならないようなものを選ぶっていうのが、主に SRE の、えー、私たちの、えーとまあ、ロールかなと思っています。 1>, でえー、と1つちょっと特徴的な課題、具体的にちょっとご紹介したいなと思うんですけど、明け止めラインですね、はい、ここにも書いてあるえっり、えー、と負荷の規模はもう本当に5分前からその瞬間になった時に3、4倍に一気に、もうそり立つ壁のように一気に増えるっていうのが非常に特徴で、かつキャパシティブランニングがとにかく難しくて、えー、と1年に1回の、まあ、特大なイベントなので、その1年間に行われたアーキテクチャ変更とか、じゃその間にリリースされた新機能とか、 まあそういうので、付加特性がまあ大きく変わっていることがま,あままあると。まあ、それが当たり前。で、かつ、えっと、年末年始のキャンペーンで、えっと、LINE の公式からのまあキャンペーンも当然ありますし、えっと、公式アカウントのえっと方々が、えなんだ、なんか仕掛けてくださってる。そういったところでユーザーのアクセスパターンが大きく変わっちゃうみたいな、はい、こともあって、えっと、キャパシティープランニングがかなり難しいというのが非常に大きな課題であります。で、まあ、こちらはちょっといろいろ 深掘りして話すと時間が足らないので、まあ、えっ、ー、とテックトークとかのタイミングがあればぜひお話ししたいなと思うのと、もしええー、と、もっと具体的に聞きたいながあれば、あのカジュアル面談などでちょっとお声掛けしていただければなと思います。でそんなまあ、私10ヶ月程度であるんですけど、えっ、ー、とコンテンツプラットフォームの、ね、sr に入ってちょっと魅力に感じたことをまあ、ここで紹介していきたいなと思います。 まず1つ目、の、まあ、一番なんですけど、技、えー、術的な課題が非常に難しくて面白いっていうのがありますね。まあ、リアルタイム生還を止められていて、大規模で、しかも日本だけじゃなくて、あのグローバルなんですよね。例えば、秋雨ラインにしても、あの日本時間00時に、まあ、日本はピークになるんですけど、その後、えーと、台湾が1時間後にピークになって、その後、インドかな、午前2時、日本時間で午前2時に えっと、インドでピークになってみたいないや日本を耐えてもまだ安心できない、まあ、そういったところで、まあ、グローバルな面白さは結構あるかなと思いますあとチームワーク、まあ、心理的安全性って書いてもいいのかもしれないんですけどあの、まあ、日本、えー、中でオフィスで、えー、と福岡と東京にいる、まあ、大体256人のエンジニア集団で、えーとまあ、本当にいい議論をしながら課題を解決できるなというところが魅力だなと思っています でコミュニケーションについては、えーとまあ、基本、英語ですが、えー、と第2外国語としての英語話者が多いなというイメージを印象を僕は今持っています。なので、えー、求められる英語力の水準はそんなに高くなくて、まあ、それこそなんでしょうね、GitHub で OSS の開発で、異周で開発する程度とか、そのぐらいがあれば、まあ、十分、えーとまあ、業務ができるなと思っています。まあ、日常会話のジョークとかは、ちょっとなかなか難しいことはあったりしますけど、はい。 でまあ、今特にスラックとかコンフルエンスのやり取りが多いので、まあ、リード・ライトができれば、リスニング・スピーキングは、まあ、そこそこでも全然、まあ、苦,に苦もなくできるんじゃないのかなとちょっと僕は思っています。まあ、僕自身すごく英語が苦手なので、あのさっき紹介にあった、えー、と語学,学習とか、まあ、チームのみんな結構やってますね。あの日本語話者じゃない方は日本語の勉強もしてますしで、私とかは英語の勉強しているっていう感じです。で 一つえー、と環境ではなく活動面というところで言うと、あの裁量が非常に大きいなと思っています。でしょうね。えっ、ー、と、極端に言うと、改善のための企画から、えっ、ー、と、まあ、エンジニアリングも実践にを動かすところ、で、そこから KPI じゃないですけど、まあ、SLO とか設定して取るところ、で、その結果、さらにフィードバックループ回して、またもう一回やるところとか。 そういったところまで、まあ、発見、設定から解決までもう大きな裁量を持って最後まで遂行できるというところが、まあ、非常に自由度が高くて魅力的だなと考えています。まあ、当然なんですけど、なんか本当に何でも自由とかじゃないですね。はいえー、と責任説明責任とかがあって、よい議論しながらいい意味で、えー、とどんどん裁量を持って進められるなと思っています。あとは CIG とかモニタリングの改善とか、まあ、当然そういうものは えーとどんどんエンジニアリングとしてやっていくんですけども、まあ、それだけじゃなくてあのチームの改善例えば障害訓練をやるとかですね、まあ、ポストモーテムを主導して、えー、とで特にこうしろあしろは絶対言ってなくて、えーとまあ、こうした方がいいんじゃないのかみたいな提案をどんどん受け付けたりとかなんでこうなってるのみたいな素朴な疑問そういうのを大事にして、えー、ファシリテーションしていたりしますね。 特にここ最近でやった障害訓練、まあ、1、2ヶ月とかに1回障害訓練やってるんですけども、前回とかで言うと、えー、とこの日、この時間ぐらいに、えー、と開発環境で障害が起こるので対応してくださいだけ案内していて、で私がまあその時間になったらロードジェネレーター、まあ、負荷をかける、えー、とスクリプトを流して、高、まあ、負,負荷でダウンさせるとかで、そうしたらみんながわらわら集まってきて、えー、とじゃあスケールアウトしようとか、スロットリングしようとか。 あのこの IP からはじこうとかそういうのをやって、まあ、僕が攻撃者となっていろいろ障害訓練とかをやったりしていますね。で、あとはオンコールなんですけど、まあ、非常に気になるところかなと思います。で、私のチームで言うと、えっ、ー、と、オンコールに SRE と SWE の区別はなくてですね、えっ、ー、と、今の私のチームではそれらが全員開発者と SRE、えー、全員一つのチームでオンコールのリンバーを回していて、で、えー、実績としては2、3か月に7日程度の頻度で、 今オンコールが回っているような状態でいます。はいです。はい、以上、えー、コンテンツプラットフォーム CSI、えー、スタンプなどのチームの SRI の加藤からご紹介でした。続いてえっ、ー、と公式アカウント LINE TMB などの SRI 長谷部さんよろしくお願いします。はい。画面共有するので少々お待ちください。 はいこれで映ってますかね。もし映ってなかったら教えてください。はい、でそ,れそれでは LINE 公式アカウント、DMP 等の SRE というタイトルで発表させていただきます。よろしくお願いします。はい、まず最初に私の自己紹介をいたします。開発4センターの o a デブ v チームでマネージャーをしている長谷部といいます。 で、主にサーバーサイドエンジニアとして活動をしています。で、経歴で言いますと、2013年の9月に LINE に中途入社しました。で、当時は LINE ゲームプラットフォームのサーバーサイドの開発を担当していました。で、その後、2016年の4月くらいに現在の部署に移動してきました。で、現在の部署に移動してからは、まあ、ここに書いてあるような 各種サービスの新規開発を担当したりだとか、運用を担当したりしていました。で、最近で言うと、LINE 公式アカウントのチャットシステムを開発、運用していたり、LINE で予約っていう、ちょっとまだあんま知られていないサービスがあるんですけど、その開発を担当していたり、あとは LINE スケジュールっていうサービスがあるんですけど、それをちょっと老朽化してきたので、全部書き直すかみたいな感じで書き直したりとかしていました。 でえー、最近の趣味でいうと、まあ、なんか愛犬と子供と遊ぶというふうに書いてあるんですけど、ちょっともしかしたら今日も子供と犬とかの鳴き声が聞こえてくるかもしれないんですけど、えー、ご了承ください。き、はいえー、今日話すアジェンダです、えー。最初に開発4センターに関してご紹介をさせていただきます。で次に開発4センター内における SRE についての話をいたします。 そして次に、開発4センターで、まあ、SRE に関連する直近の課題について話をさせていただきます。そして最後に、まあ、こんな人が向いてそうだなだとか、求めていますだとか、そういった話をしようと思います、はい。それではまず最初に開発4センターに関するご紹介です。開発4センターというのは、主に B2B 向けのプラットフォームだとか、プロダクトを開発する組織になっています。でちょっと実際のプロダクトはこの後、えー、簡単にご紹介いたしますで。だいたいエンジニアの数が約70名ぐらいいます。でこの70名は、ほぼ全員サーバーサイドエンジニアとなっています。で、えー、プロダクトを開発するときは、基本的に他の組織と協業する形式になります。 例えば企画を行うチームだとか、ウェブのフロントエンドを行うチームだとか、ネイティブアプリを開発するチームだとか、そんな感じで LINE では担当する領域ごとに組織が分かれていて、その組織同士で協業する形で仕事をする形式になっていますと。4センター内の話で言うと、オフィシャルアカウント開発室というところと、デベロッパープロダクト室。 ちょっと B2B プロダクトっていうと、なんかあんまりプロダクトのイメージがつかないと思うので、ちょっと代表的なプロダクトをいくつかご紹介していきます。1つ目が LINE 公式アカウントです。もしかしたら、なんかすでにいくつかの LINE 公式アカウントと友達になってくれてる人もいらっしゃるかもしれません。 なんかあの公式アカウントと友達になっていると、結構定期的にメッセージが送られてくると思うんですけど、まあ、あのメッセージは実はこういったウェ,ブウェブサイト上から送られています。で、中にはその友達の数が1億を超える公式アカウントとかもあるんですけど、なのでこのサイトでメッセージを送ると、1億のユーザーにこうババババって感じでメッセージが送られています。 でまあ、それ以外にも公式アカウントには結構いろんな機能がありまして、まあ、例えばユーザーとなんかこう個別にチャットする機能があったりだとか、なんかクーポンをく、えー、作成して配ったりだとか、なんかお店のスタンプカードみたいな感じの用途で使える機能だとか、いろいろとありますで。2つ目がトークヘッドビューと言われるプロダクトです。で多分皆さんその もし LINE 使ってたら、えー、見たことあるかもしれないんですけど、まあ、こういったトークリストって言われる画面があるんですけど、このなんかこの上の部分にですね、なんかちょっとこう広告とかを見たことがある人がいる,いると思いますでこの。このなんかここにコンテンツを配信する仕組みをトークヘッドビューと呼んでいます。で、まあ、広告だけだとちょっと人によってはなんかうざがられちゃうかもしれないんですけど、えっとまあ、えー、天気だとかう占いだとかニュースだとか、 なんか漫画の新刊情報だとか、まあ、そういったその,そのユーザーが興味がありそうなコンテンツをレコメンドして表示するような仕組みもになっています。なので、用途は結構非常に多岐にわたっています。で結構なんかこのスクリーンショットだけだと、だいぶ地味なプロダクトに見えるんですけど、ここに表示するだけで一瞬でトラフィックがぶわーってきたりとかするので、結構エンジニアとしてはなかなか面白いプロダクトだと思います。で次が DMP と呼ばれるものです。 まあその広告,に広告に馴染みのある人だとご存知の人もいるかもしれません。ざっくりというと、ですね LINE のプラットフォーム上で発生したデータや、クライアントの企業がアップロードしたデータを LINE の DMB と呼ばれる場所にため込んで保存していきます。そしてそのため込んだデータを使って、ユーザーごとに最適化した広告を出せるようにする仕組みです。 で、あとは、広告以外にも、先ほど説明した LINE 公式アカウントからメッセージを送信するときにの最適化にする、最適化するために使うこともあります。でまあ、ここでいう最適化っていうのは、まあ、具体的に言うと、まあ、例えばですね、なんか20代の男性に対して広告を送るだとか、えー、LINE 公式アカウントからメッセージを送るだとか、まあ、そういったことを意味しています。でこの DMP は、えーっと、ストレージとしては HBase を使っていて、 大体いい2000億を超えるような件数のデータがこの HBase に保存されています。次がですね、LINE ポイントクラブといわれるプロダクトです。ちょっとそのスクショを見るとイメージがつくかもしれませんが、なんかこうですね、LINE スコアっていうサービスでスコア診断をすると5ポイントもらえますよみたいなやつですね。 ユーザーにはそのポイントっていう分かりやすいインセンティブを上げて、でなんかそのユーザーを企業のサービスに誘導することができるみたいなプロダクトです。なので、ユーザーも企業もンウィンになれて嬉しいみたいな感じのプロダクトとなっております。これ最後ですね。LINE、えー、ログイン、もしかしたら使ったことある人もいるかもしれませんが、LINE ログインと呼ばれる、まあ、いわゆる OS2、 オープン ID コネクトをベースとしたソーシャルログインの仕組みも提供しています。あとはちょっとこれと関連している仕組みではあるんですけど、LINE ミニアプリというものも担当しています。これはちょっと初めて聞く人もいるかもしれませんが、まあ、簡単に言うとですね、LINE のアプリ上で Web アプリを作成するための仕組みみたいなものです。でこの仕組みは、えっと、社内に限らず、社外にも一般提供しています。 社内の分かりやすい事例で言うと、LINE アプリ上でニュースを見ることができると思うんですけど、まあ、そのニュースを見るときの仕組みにも、このミニアプリというものが使っています。なので、えっと、もしもこの LINE ミニアプリの認証基盤とか、その辺とかに障害が出てしまうと、社内と社外のあら,あらゆるところでも障害ができてしまうので、まあ、そういった意味では非常に大事で、えー、やりがいのあるプロダクトとなっています。 でえー、次がシステムの規模ですね。ちょっとその4センターのプロダクト全体を合算するのは、えー、難しかったので、ちょっと今日は LINE 公式アカウントの場合で紹介いたします。だいたいリクエストのスループットでいうと、えー、10万リクエストパーセックを超えるぐらいですかね。で、使用している CPU のコアの数でいうと、4500を超えるぐらい。で、メモリが、えー、14TB ですね。 なので、まあ、そのサーバーの数でいうと、大体600台ぐらい使っている規模です。あくまでこれは LINE 公式アカウントのみなので、他のシステムとかも含めると、もっともっと多くの規模になります。あとはまあシステムだけじゃなくて、ちょっと簡単に事業の規模についてもご紹介いたします。まあ、なんか事業の規模ってちょっと難しいんですけど、まあ、今回は一番分かりやすいかなと思った売上収益を例に <laughs> 紹介したいと思います。 ちょっとこの資料はですね、上場廃止前の2020年12月の IR 資料からの引用なので、ちょっとだけ古い資料となっているのをご了承ください。で、えー、っとまあなんか売り上げの割合みたいなことをちょっと言いたいんですけど、この赤枠で囲ってある部分が開発4センターが携わっている領域です。なので、大体半分以上の会社の売上を担っているこということで、非常に大事でやりがいのあるプロダクト。 を開発運用していますすでですね開発センターで主に使われる技術の一覧です。これは結構その先ほどのやつとかぶってはしまうんですけど、まあ、ちょっと紹介いたします。大体いい言語としては、えっと、コトリンと Java が使われることが多いです。で最近は結構既存の Java コードもガシガシとコトリンに移植したりとかしているので、 たぶ次第にどんどんコトリンが増えていくと思います。でフレームワークとしてはまあスプリングブートとアル社内で開発しているアルメリアと呼ばれるものを使うことが多いです。あとはまあその管理画面とか作ることも当然あるので、まあ、そういった領域では JavaScript、TypeScript、えー、まあフレームワークとして Vue.js とか使うことが多いです。でミドルウェアはこれだいぶざっくりとしたくくりで、えー、列挙してはいるんですけど、 まあそうですね大体データベースとして、MySQL と HBase が使われることが多いです。でまあ、キャッシュとしてレディスですね。あとはまあメッセージえイベントハブの役割としてカフカを使うことが多いです。あとはまあ検索システムとかログを保存するのにイラスティックサーチを使っていて、あとはコンフィグ管理でコンセントラドグマとかを使っています。あとは Web 系の企業だともう一般的ですけど、EngineX、まあ、と FluentD を使うことも 使うことが多いですアプリケーション実行基盤でいうと、ベルダと呼ばれるプライベートクラウドがあるんですけど、そこで作ることができる VM と PM を使うことが多いです。一部のです、ね、プロダクトだと、クバルテスを使うことも増えてきました。あとはロギング、モニタリングとかでいうと、まあ、だいぶ一般的な感じになりますけど、プロメテウスとグラファナとキバナを使うことが多いです。 あとは社内でアイモンと呼ばれるシステムがあるんですけど、そちらも使っています。でまあ、その他ツールとしては GitHub Enterprise を使っていて CI として Jenkins、えー、ドローン、CircleCI などを使,使っています。であとは VM とか PM を使っている場合は、プロビジョニングに Ansible を使っています。であとは Kubernetes 使っているプロダクトだと、まあ、GitOps をしているので、そのために ArgoCD を使っています。 はい、えー、次に開発4センターにおける SRE の話です。えっ、ー、とですね、実はちょっとこれから SRE を立ち上げようとしているので、まだ現時点だとちょっと組織が存在しません。で今まで言うと、僕とか一部のエンジニアで SRE っぽい動きを、えー、しているという状況です。なので、まあ、さっき紹介したようなプロダクト、結構大きなプロダクトなんですけど、まあ、そのプロダクトの,の SRE の立ち上げから参加したいという人におすすめかなというふうに思っています。 役割としては、チーム横断的に各種プロダクトのリライアビリティを横断的に向上,させる向上するという役割を担っていただきたいなというふうに思っています。なんか具体的な例としては、障害の検知をしやすくする仕組み、ダッシュボードを作ったりだとか、あとはもしも障害が起きているなら、それを解消するために動いたりだとか、あとそもそもそれを予防するためにパフォーマンスチューニングを行ったりだとかですね。あとはまあモニタリング業務。 押しやす,くするために共通ライブラリだとかツールの開発をしてもらいたいなと思っています。あとはまあアプリケーションの運用負荷で結構そのコストに感じる部分があるのでそこを削減するために動いてもらうと。あとはまあデベロッパーエクスペリエンスといいますか、まあ、その生産性を向上させるために各種ソフトウェアとかの開発もしてもらいた,してもらい,たいなと思っています。 なので、ちょっと先ほどその3つがあるって言ったんですけど、まあ、そこで1個なんか独立してあって、横断的に見ていくみたいなことを考えています。で、えー、開発4センターの SRE に関連して、直近の課題ですね、まあ、やりたいこととも言いますかねで。先ほど説明したように、開発4センターって結構多くのプロダクトがあるんですね。なんですけど、 プロダクトごとにログだとかモニタリングのやり方にばらつきがあるっていう問題点があります。で、まあ、ばらつきだけで済むなら、まだまだ全然いいんですけど、まあ、なんか中にはそれがちゃんとできてないプロダクトっていうのもあるので、ちょっとそれは問題だなと思っているので、こういったことをやりたいなと思っています。あとはですね、ちょっとその現状、プロダクトごとに SLI とか SLO とかがちゃんと策定されていないので、なんかちょっとどうしてもこう、プロダクトの運用がなあなあになってるなっていう、 風に感じているので、ちょっとそれをしっかりやっていきたいなと思っています。あとは、ちょっとこう現状、オンコール体制がちゃんと整備されていないっていう問題があるので、なんか現時点だとアラートに気づいて動ける人が障害を対応するっていう形になってしまっているので、ちょっとあんまり良くないので、その辺をちゃんと整備したいなと思っています。あ当然、その SRE だけがオンコールやるってわけではないので、その辺はご安心ください。 であとは、現状、多くのアプリケーションがプライベートクラウド上の VM で動いているんですけど、まあ、ちょっとどうしてもです、ね、そうすると、サーバー増加が突発的にしにくかったりだとか、えー、そもそもその新規のサーバー構築に時間がかかってしまうっていう問題があるので、えー、でちょうどそのプライベートクラウド上でマネージドのク n e テ e s が提供されるようになったので、まあ、そっちへの移行を進めたいなと思っています。 で最後にどういった人が向いてそうで、まあ、どういった人が求めているかについてちょっと話したいなと思いますで。あくまでここで書いてあることは、なんか本当に理想論なので、全然全部満たしてなくても問題ありません。でですね、スキル面でいうと、ちょっとどうしても Java とコトリを使ったアプリケーションが多いので、まあ、そういったアプリケーションの運用経験がある人だと良、えー、いなというふうに思っています。で、あとは、えー、っとですね、Java とコ ライブラリとか開発するルもガシガシ実装してもらうことを想定しているので、Java かコトリンでがっつりと行動をかける人がいいなと思っています。であとはですね、SRE チ,チームの新規立ち上げとなりますので、リードできる人が望ましいなと思っています。主体的に問題を発見して、問題を解決できるみたいな人がいいなと思っています。で次にマインドの面ですね。 えそうですね。まあ、なんかその大きなトラフィックだとか、大きな授業規模だとか、まあ、そういったプロダクトを支えたいっていう人に向いてるのかなというふうに思っています。で結構、そのコテコテの技術志向みたいな感じの人よりかは、割とそのサービスのをなんか運用するのがなんか好きな人とかが向いてるのかなっていうふうに思っていますで。あとはトラブルシューティングが好きな人とかですかね。なんかめげずにちゃんとこう最後までトラブルシューティングができる人です。 あとは、なんかこう、開発効率を上げるために、なんか便利なツールとかを作って、同僚のエンジニアに、なんか、感謝されるのが好きな人だとか、そういった人がいいのかなというふうに思っています。あとは、う何でも自動化するのが好きな、自動化中みたいな人だと、え、いのかなと思っています。もしこ、もしなんか、うちの組織に興味を持ってくれた人,人いたら、ぜひ応募してくれると嬉しいなと思っております。はい、ご清聴ありがとうございました。 え次は LINE 広告ネットワークの日村さんお願いしますはい、日村です画面共有いたしますので少々お待ちくださいはい、えー、ただいまご紹介に預かりました日村と申します、えー、本日は LINE、えー、広告ネットワークの SRE と題しまして我々のチームで開発している LINE 広告ネットワークの簡単なご紹介と、えー、そこで SRE が果たす役割についてお話しさせていただきます 最初にまず自己紹介をしておきますと、私、日村隆弘と申しまして、開発4センター、アルネットワークパフォーマンス室の下のアルネットワークデブチームというところのマネージャーをしております。 もともと大学では物理学専攻しておりまして、その2012年に新卒でインターネットインシアチブというところに入社しまして、クラウド基盤の開発ですとか運用といったところに従事しておりました。その後、2017年にファイブ株式会社というベンチャーに入社したんですけれども、こちらのベンチャー、モバイル動画広告ネットワークの開発をしてたベンチャーだったんですけれども、同年の12月にファイブが LINE に買収されたことで LINE 参加に入りまして、引き続き広告ネットワークの開発、運用に従事しているという形になります。 えまあ趣味ですが、最近はあの音ゲーでそのじ、最近はちょっとあまり外に出れないこともあって、自宅にあの筐体をえ買ってしまったので、ちょっと寝る場所がなくなっています。えー、よろしくお願いします。えー、で本日のアジェンダですが、まず最初にあの我々のパフォーマンス室について、簡単にご紹介させていただいた後、広告ネットワークですとか、その中身について簡単に紹介させていただきます。その後、技術スタックですとか、働く面白さ、求めるマインドについて、簡単に、えー ご紹介させていただきます。よろしくお願いします。えー、それではまず我々の部署について簡単に、えー、ご紹介させていただきます。えー、私たちはその先ほどの香川と同じくカナトリオンセンターの。えー 下にに所所属属すするアンンパフォーマンスとといいうところに所属しています私はこの質の下のチームのマネージャーをしています。こちらのチームは私含めて8名のチームとなっております。でこのアドネタ・カンダ・パフォーマンス室ですが、こちらは LINE 広告ネットワークの開発と運用を担当する部署となっております。で次には私たちが担当している LINE 広告ネットワークの紹介に行からせていただきたいんですけど、その前に LINE 広告について簡単にご紹介させていただきます。 LINE 広告は LINE に広告を配信するためのプラットフォームでして、こちら、今日の説明会にいらっしゃる皆さんはおそらく LINE を一人していることがおありだと思いますので、LINE に配信されている広告についてはご覧になったことがあるかと思います。まあ、あの簡単に紹介しておくと,、えーとまあトッ、トップワークのトーケットというところですとか、ニュース面とかタイムラインといったところのインフィード的なところに入ってくるような枠など、さまざまな LINE の面に流れております。 こちらの LINE 広告の規模ですけれども、えー、LINE 自体が、えー、現在、月間、えー、国内のアクティブユーザーです、ねえー、が8900万人を突破しておりまして、まあ、そのためはやはり LINE 広告自体についても、えー、国内最大級の運用型広告プラットフォームあるというふうに言えるかなと思っています。 こちらの LINE 広告ですが、以前は LINE に広告を配信するためだけのプラットフォームだったんですけれども、現在はその LINE 広告、本日ご紹介する LINE 広告ネットワークというものを通じまして、LINE の外のアプリに対しても、広告配信が可能となっています。LINE 広告ネットワークですが、こちら、先ほど申し上げた通り、こちらは LINE 広告のプラットフォームを用いまして、LINE 以外のアプリについても広告配信をするためのあるネットワークとなっております。 LINE、えー、漫画ですとか、LINE ブログといった LINE のファミリーアプリをはじめとしまして、えー、ニュースサイトですとか、レシピサイト、えー、漫画系アプリ、ライフスタイル系など、さまざまなあの幅広いジャンルのアプリに対して、えー、広告の配信が可能となっています。でこちらの LINE 広告ネットワークの MAU ですがあ、マンスリーアクティブユーザー、月間アクティブユーザーですが、えー、昨年の9月の時点で1.1億ユーザー、A、を突破しております。 というところでもやはり後半のアプリ広告枠に対して LINE 広告のターゲティング機能も活用しまして配信が可能となっております。でこちらの LINE 広告ネットワークですが、もともとはモバイル動画広告配信プラットフォームである f i イ e ー s ネットワークというものが前身となったサービスです。この f i イ e ー s ネットワークは2014年に創立された f i イ e 株式会社というベンチャーが開発運用していたサービスでして、こちらの社名の f i イ e というところの由来は5秒動画というものが由来となっております。 こちら、スマートフォン時代に合わせて CM などと比べてより短い秒数でもユーザーに興味関心を持ってもらえるような動画の作成、コンサルティングまで含めてやるといったところで創業されたベンチャーとなっております。この5が順調に成長しまして2017年に LINE に買収されまして LINE 参加となりました。でこちらの5ですが こちらが LINE 広告のシステムと連携することによって LINE as プラットフォーム4パブリッシャーとして2019年にリリースされております。こちらが名前を変えて今は LINE 広告ネットワークというふうに呼ばれています。こちらの5株式会社自体についても2020年の5月末に LINE に吸収合併されまして現在は我々もしし LINE の1チームとして開発4センターの元 LINE 広告ネットワークの開発運用に引き続き携わっております。 事業の概略はこのくらいにしまして、LINE 広告ネットワークの中身を紹介しながら、まあ、本日の主題である LINE 広告の SRE は実際に何をしているかというところについて触れさせていただきたいと思います。大体の広告プラットフォームですけれども、まあ、皆さんご存知の方もいらっしゃると思いますけれども、広告枠を提供する側のサプライサイドプラットフォーム、SSP というものと、広告を出したい側のプラットフォームですね、あのデマンドサイドプラットフォーム、DSP というふうに分かれています。 LINE 広告もご多分にまれず、LINESSP と LINEDSP という形で分かれています。で、メディア内の広告配信においては、広告が表示されたタイミングにおいて、えー、リアルタイムに SSP に対して問い合わせをしまして、あのまあ、配信するという、まあ、あのリアルタイムビッティングというものが主流になっておりますが、LINE も同様に、あのやはり LINE であの広告が表示されますと、えー、SSP に問い合わせが行きまして、DSP に問い合わせが行ってで、広告が返ってくるというような映像になっております。 LINE 広告ネットワークですね、LINE の外部にアプリのアプリに広告を配信する LINE 広告ネットワークについても、えー、同様にあの、まああの、アプリに組み込まれた SDK にあの広告表示の命令がきますとあの、広告ネットワークにまずアクセスしまして、こちら、LINE DSP と OpenTV 接続しまして、広告を取ってくるような仕組みになっております。 まあ、やはり DSP によって得意分野が違ったりしますので、l i n e コックネットワークは LINE の DSP だけではなくて、LINE 以外の他社の DSP とも、えー、オープンアルティビで接続しておりまして、まあ、いろんな DSP からの入札をもとにオークションして、広告を配信するというような、えー、運用をしています。先ほどの簡略化した図からもうちょっとブレイクダウンしますと、まあ、このようになります。ちょっと赤色がついている部分ですけれども、こちらがあの私どものチームが管理しているところになります。 えまあほぼあの広告配信に必要なものすべてが揃っているかなという感じです。もともとのライン広告ネットワークも独立した広告ネットワークでしたので、まあ、広告配信に必要なものが本当に一通り揃っているという感じになって,まっています。えー、まず、あの広告を表示するためにアプリに組み込んでいただく SDK についても我々のチームで開発をしています。また、あのそちらの広告を配信するアドサーバーについても、あの 我々で管理していて、こちらもやはり SSP と DSP という感じで分かれていて、ちょっとマイクロサービスよりのインフラになっているかなというふうに思っています。で、また、あの広告の表示とかクリックといったビーコンを受信するビーコンサーバーもありまして、こちらも、えー、あのアドサーバーよりかはやはりより冷凍しに厳しい制約がありますので、別のサーバー群として管理されています。このあたりは、まあ、広告配信のプラットフォームとしてもよくある構成かなというふうに思います。 そしてこのビーコンサーバーに届いたデータですが、えー、フ,ルフルエントリーを利用しまして、ビッグクエリにアップロードされています。で配信のレポートなどの各種の ETL ジョブについては、えー、ビッグクエリを活用して作られています。えー、このあたり、LINE ではあのビッグクエリとかではなくて、えー、自社で運用しています Hadoop クラスターを利用して使あの分析やあの集計などを行っているケースが、まあ、ほとんどなんですけれども、我々もともと別の会社だったということもありまして、まだあのビッグクエリを使い続けているという感じになっています。はい えー、あとはまあ画像とか動画の配信については CD の経由して行っているという感じですね。はいえー、LINE の他のチームですと、まあ、この四角で書いたコンポーネントごとにあのチームが分かれているようなケースも珍しくはないんですけれども、私どものチームではこの辺りを全部名を見るという感じになりますので、あのまあ結構やることが多いかなというふうに思います。またこの、この辺りの配信サーバーなんですけれども、以前、あの買収以前は GCP。 まあそのそれさらに以前は AWS で動いていたんですけれども、あの買収を機に LINE が管理するプライベートにクラウドに引っ越しまして、Belder というプライベートクラウドに引っ越しています。え今まで見てきたように、我々のチームではアプリ広告に必要な SDK から配信サーバー、集計パイプラインですとか、あの管理画面といった必要なものすべてが担当範囲となっています。でちょ次にあの技術スタックについて紹介します。 我々の採用している技術スタックですが、ちょっと先ほどとも結構重複する部分はあるんですけども、我々のチーム、ちょっとまた違いがありますので、紹介させていただきます。サーバーサイドでは、やはり LINE では Java ですとかコトリンが中心なんですけれども、我々は Scala という言語を使っています。フレームワークとしては、Twitter が開発している Fineagle というフレームワークを利用しています。 こちらのフレームワークはマイクロサービス用のフレームワークで、f u ーチャーによる非同期処理が非常に簡単にできるということで、Twitter、えーまあ、が開発しているということからも分かる通り、やはりトラフィックが非常に多い場所で使いやすいフレームワークであるということで採用しています。でこちらの Scala も、やはりあのこれが f i n グ a g l e が Scala で書かれていたというところから採用しているという感じですね。まあ、基本的に Scala についてもベター Java として使っているような感じですので、まあ、Java だけで しかわからないよという方でも、まあ、ちゃんと読めるようなコードの書き方をしようということで一応、えー、開発をしています。でサーバー間の RPC は s リ i f t r p c を使っていましてこちらもあのフィネーグルに組み込まれていますので、まあ、利用しているという感じですね。あとまあデータストアとかについてはまあ大体他と一緒で Redis、MySQL、えー、を使っています。 であのまあ、広告配信とかに必要なデータについては、レディスに入っている感じなんですけれども、まあ、このレディスとかマイスクル自体の運用については、DBA さんのチームに、えー、依頼しているので、ね、こちらの構築については、特にあの我々のチームでやる必要はないという状況になっていますが、とはいえ、まあ、モニタリングとかについては、ちゃんとあの我々のチームでやる必要、もあというかあの、アプリケーション、よりアプリケーションレアに近いところの部分のモニタリングについては、やはりちゃんとソフトウェア側で対応する必要がありますので、まあ、そういった部分については、あの運用の、あの結構力の見せどころかなというふうに思っています。 あとは先ほど触れた通りですけれども、まあ、集計は全部ビッグクエリーの上でやっています。で、この、えー、ビッグクエリーも、まあ、最近ではちょっと、LINE、まあの Spark、LINE の,の Hadoop クラスターにもデータを入れてまして、まあ、こちらは LINE のデータとも合わせて分析が可能という感じになっています。まあ、なので、まあ、ビッグクエリーに Sp、Spark、Hive といった、まあ、結構いろんな方言を触る,の触る機会があるかなという感じです。 でログの集計、フレントー用はログの集計あじゃあ、ログの収集に利用していまして、まあ、あのこちらでビックウイにアップロードしているという感じですね。であと、モニタリングとかの監視系については、あのプロメテウスグラファナが利用されています。でフィネーグルにもあのスタッツレシーバーなどといったあのメトリクスを出す仕組みがありますので、こちらをプロメテウスのメトリクスに翻訳して、えーえー、利用しています。 でまあ、フィネーグル自体もデフォルトで豊富なメトリックスを出してくれるんですけれども、よりサービスレアなメトリックスについては、あのやはり結構、ここら辺が開発者の力量ですとか、センスみたいなところで、結構あの、やはりまちまちなあのメトリックスになってしまっている部分がありますので、まあ、そういったところの整理といったのところもやはり課題の一つかなというふうに思っています。 あとは何を数も使っていまして、こちら、そうですね、5ができた頃から本当に使っているもので、さすがにちょっと最近規模が大きくなってきて、運用が難しくなってきたところもあり、このあたりも見直しをちょっと進めていきたいなというふうに思っています。あとはそうですね、あのエラー、あのエラスティックサーチ、キバナといったものについては、SDK から起きたようなあのエラーですね、表示系のエラーとか、あのそういったものについては、あのエラスティックサーチに入れて、あのまあキバナでモンタダリングができるようになっています。 でデプロイ関連は、そうですね、この辺りは結構似てきていて、えー、ジェンキンスを使って CI を回してデプロイまでしているという感じですかね。あと、まあ、ドローン CI についても、まあ、一部のコンポーネントで使っているという感じです。でサーバー自体のプロビジョニングは、アンシブル AWX を使っていますけれども、まあ、ち,ょっとあのちょっと古いあのコンポーネントについては、あのファブリックというものを使っています。ちょっとこの辺りもアンシブルに移行しつつあるというところで、まあ、この辺りについても、あの あの結構、まだまだやることがあるかなという感じです。はい、であとは、画面系は TypeScript、まあ、React、Redux という感じで、あと、そうですね、えーまあ、本日 SRA の説明会なんですけれども、まあ、SDK も開発しているので、そちらについても触れておきますと、えーまあ、SDK ではあの基本的に Android は Java、iOS は Objective-C という感じです。えーまあ、Kotlin とか Swift についてはテストコードのみでの利用となっています。 でまあ、結構まあ、SRE だからといって、SDK 開発と完全に無念かというと、そうでもなくて、まあ、例えばトラフィックのスパイクを起こしそうなものについて、結構、やはりクライアントサイドのエンジニアからすると、あたりの設計については、やはり明るくない知識が豊富ではないというところがありますので、そういったところについても、設計段階からあのいきなりスパイク的なトラフィックが来ても、ちゃんと逃がせるようなものについて、SDK サイドでもちゃんと設計をしようというところがありますので、そういったところでもやはりリードいただけると、非常に助かるかなというふうには思っています。 まあで結構時間がオーバーしてきてたんですけれども、えー、今後の課題とあ現状と今後の課題ですね、まあ、やはり我々もモニタリングログの評価ですとか、整、ま、理、あ、といったことについてはあの、重要視しております。また、あのちょっと我々のチームはまだあのあの別の会社だった時代もなかったので、まあ、インフラのところについてはあの集計パイプラインをビッグクエリから、ああいう LINE の h、えーね、の d o o p クラスターに移していく。 といったところとかであの運用コストを下げていくような部分についてもやはり必要かなというふうに思っています。また、あと、まあ、バッチとかについても、まあ、可用性向上のためにあの VM からク n ネテス s などに移行するといったところの、えー、試みもしようかなというふうに思っています。えー、最後に、まあ、まあ、面白さと,とかについてですけれども、やはりあのそうですね。 1.1億 MU のユーザーから生み出せる膨大なトラフィックがありますので、まあ、こちらのトラフィックを高速に処理するのは大変ですけれども、まあ、やはり反面にやりがいもあるかなというふうに思っています。また、開発したものはダイレクトに売り上げに影響するんですけれども、まあ、その一方でやはりサービス障害を起こすと大きな金額の損失にもつながりますので、やはり信頼性の高いシステムというのを求められるかなというふうに思っています。はいえー、求められる人物像については、まあ、先ほどの加害の発表と似た部分もあるので、ああ省略します。 えー、皆さんと一緒に働くことを楽しみにしております。えー、ご清聴ありがとうございました。はい、日村さんありがとうございました。はい、それではですね、ここからえっ、ー、と少しなんですが休憩の時間とさせていただきます。えっ、ー、と20時5分からなのであと3分ぐらいしかないんですが皆さん、えー、休憩とってください。20時5分から、えー、後半始めさせていただきます。 はい。では、えー、後半始めさせていただきます。では、ま、んじさん、よろしくお願いします。はい。画面共有を。はい。では、ベルダリライアビリティエンジニアリングチームの紹介を始めたいと思います。えー、っと、万治はたでと言います。よろしくお願いします。ベルダリライアビリティエンジニアリングチームのマネージャーをしてます。えー、っと、5年くらい前。 に新卒で NTT に入って、オープンスタックとかのプライベートクラウドとか、あと、ネットワーク機器の設定の自動化とかの研究開発に携わった後、えっと、LINE に入社して、まあ、ベルラリライアビリティエンジニアリングチームの立ち上げメンバーとして、えっと、ベルラの監視方式の見直しとか、アラート整理、オンコールの導入、あとはデプロイ周りの改善とかをやった後、今年の7月から、えっと、チームのマネ、 趣味は筋トレと散歩って書いてあるんですけど、毎日雨が降っている日以外は2時間外を歩いて公園の運転で懸垂をして家に帰ったらベンチを上げるという生活をしています。はい、まずはベルダについてですね。えっと、前発表があった皆さんの話の中でもたびたび触れられていたんですけど、えっと、ベルザというのは、 LINE の中で使われているプライベートクラウドプラットフォームです。で、まあ、いわゆる AWS とか GCP とかと似たような機能が、まあ、社内で開発されて運用されています。で、ベルタの上では、もうものすごい数の LINE サービス、まあ、ほぼすべてと言っていいくらいの LINE サービスが動いていて、で、えっと、規模は、えっと、VM で7万4千台、ベアメタルで3万台、ハイパーバイザーが4千台以上、 っていう感じで、えー、っと、僕が知ってる限りでは、まあ、えー、っと、世界最大規模のプライベートクラウド、オープンスタックベースのライプライベートクラウドですね。えー、っと、セルンを超えていると思ってます。で、ベルダはさっき言った、えー、っと、VM とかベアメタル以外にも、たくさんのクラウドサービスを <laughs>、社内のユーザーに提供しています。まあ、いろいろ書いてあるんですけど、例えばオブジェクトストレージとか、あと、 複数の VM からえっとマウントすることができる共有ファイルシステム NFS みたいなやつですね。あとは MySQL とか Elasticsearch といったパースであったり、あと、えっと、ちょっと変わりラインとしては、えっと、ヘロクみたいにアプリケーションコンテナをそのまま動かすサービスであったり、えっと、クバイネテスのクラスターそのものをユーザーに払い出すサービスなんかもやっていたりします。 下に書いてある NAT とかロードバランサーとかについては、えっ、ー、と、LINE のデブ v でとかで発表がある、あったので、えっ、ー、と、気になる方は見てみてください。で、ベルダは、えっ、ー、と、まあ、開発領域によって複数のチームに分かれています。例えば、プラットフォーム I チームは、えっ、ー、と、オープンスタックを使ったイ a ー s 部分の開発を担当していたり、まあ、K チームは、えっ、ー、と、ランチャーを使ってユーザーに クバインデスのクラスターを払い出すような機能を開発していたりとか、いろいろですね。で、えっと、ベルラリライアビリティエンジニアリングチームは、まあ、すべてのサービスにまたがって信頼性の向上をしていくっていうチームなんですけど、えっと、もう、ここに書いてあるように、ものすごい幅広い領域、技術領域に対して活動していかなきゃいけない。それはさすがにちょっと無茶だっていうことで、基本的にそのリダイアビリティ、サービスのリライアビリティを直接担保する責任は、 それぞれの開発チームが持っていて、僕らは、えっと、サポートであったり、あとは、えっと、それぞれのチームの活動の中で共通している部分を拾い出して、それをプラットフォームとかツールとして展開したり、みたいな活動をしています。ちなみに、ベルダーの開発者の総数は70人に満たないくらいで、で、これくらいの人数でこの規模のプライベートクラウドを、まあ、運用していることっていうのは、えっと、結構自慢に思っていたりします。 じゃあ、VRE、VRE って略しているんですけど、ベルダリライアビリティエンジニアリングチームの略ですね。チーム名がめちゃくちゃ長いのでみんな VRE と呼んでいます。で、VRE の、えっと、役割についてもう少し詳しく説明すると、えっと、一、一言というか一文で言うのであれば、え、LINE とベルダの開発者の、えっと、生産性っていうのを、えっと、リライビベルダのリライアビリティの向上によって、えっと、<laughs> 向上していくっていうのが僕らのミッションになっています。で、その観点で、えっ、ー、とベル、VRE の中には2つのユニットが存在していて、1つがプラットフォームワイト SRE って書いてあるやつ、もう1つがインフラマネジメントって書いてあるやつですね。で、1つ目のプラットフォームワイトの方は、えっ、ー、と、ベルダの内部で使われる、まあ、プラットフォーム、アプリケーションプラットフォームの開発であったりとか、あとは便利なツールの開発、それから、まあ、監視。 とかの、えっと、取りまとめみたいなことをメインにやっています。で、一方、インフラマネジメントチームは、えっと、ベルダーが実際に使う物理的なインフラリソースであったり、データセンターのマネジメントであったり、えっと、そういうところの調達とかの効率化を通して、えっと、ベルダーの開発速度というか、サービスの展開速度を上げたり、えっと、 ベルランの中のリソースマネジメントとかを主に担当しているユニットになっています。で、今日紹介するのは、えっ、ー、と、プラットフォームワイド SRE ユニットの方です。えっ、ー、と、ユニットメンバー、僕とあと一人坂本さんという二人で今、ユニットを組んでいます。えっ、ー、と、ちょっと、二人ともなんていうか、顔に笑顔がないんですけど、うん、今度は笑っている写真を用意したいと思います。 でこの2人でどういう活動をしているかっていうと、さっき言ったように、えー、とベルダの内部プラットフォームの開発、それから、えー、とそれぞれのチームの、えー、と SR リライアビリティエンジニアリングの活動を、まあ、効率化させるようなツールの開発、あとは、えーと、ユーザー観点から見たベルダの信頼性っていうのを上げるためのいろいろな活動をやっています。 じゃあ、さっきの2つの観点で、えっ、ー、と、今、VRE のプラットフォームワイト SRE ユニットの中でどういう課題を認識しているかっていうと、まあ、ユーザー観点から見て、えっ、ー、と、ベルダのドキュメントっていうのはまだまだ不十分だよね。あと、えベルダのドキュメントの、まあ、場所、サイトが、ベルダのサービスごとにいろいろ分散していたりするので、そういうのもユーザビリティを損ねているよねっていう話であったり、あとは、 ログやメトリクスを保存するためのストレージが各チームが今それぞれマネジメントしている状態になっていてで、これは非効率だよねっていう話であったりあとは、えっとベルダは今そのいろいろ複数の種類のベルダサービスの API サーバーとかあとは DB のコネクターとかを一つのクバインテスのクラスターの上で運用しようとしているんですけどそのクバインテスクラスターの えっと、ユーザーポリシーっていうのがまだまだ明確じゃないし、えっと、それをマニュアルで管理するような状態になっているっていう問題があるよね。であったり、あとは、えっと、リリースマネジメントですね。それぞれのチームがそれぞれ、えっと、アンシュブルであったり、まあ、進んでいるところだとアルゴ CD であったり、えっと、ちょっと厳しいところだと、まあ、手動でデプロイしていたりとかするんですけど、そういうところも、えっと、やり方を統一していって、えっと、<laughs> デプロイメント自体の信頼性を上げていったりとか、そういう活動をしようとああ、そういう課題を認識しています。で、僕がマネージャーになったのが7月で、えっと、ユニットができたのもそれと同じ時期なんですけど、今取り組んでいるプロジェクトは、メトリックスストレージとログストレージの統一です。で、えっと、これの何が難しいかっていうと、それぞれのメトリックスストレージ、ログストレージ、 えっと、ベルダのサービスに,に依存して作ることが難しいっていう大きな問題があって、それを解消するために、えっと、社内でベルダに、まあ、致命的なほどに依存していないプロダクトを使って、えっと、メトリックスストレージを、まあ、そのプロダクトに任せるっていうようなところと、あとは、えっと まあ致命的ではないって言っても、ベルダにいくらか依存している部分があるので、その依存を外すためにどういう設計の見直しをすればいいか。あとは、えっと、ベルダが、まあ、求める、え、メトリックスの保持期間とかをどう実現すればいいかっていう開発観点の話を、えっと、そのストレージプロダクトを作っているチームとしていたりとか。あとは、ログストレージの方については、えっと、残念ながら、社内に完全に僕らの要件適合するものがなかったので、 グラファナロキと AWS を組み合わせて、ベルダに致命的に依存しない形で、ログストレージを構築しようとしていたりしています。で、さっき言った2つのプロジェクトが一段落したら次にどういうのをやっていきたいかっていうと、えー、っと、まあ、優先度順ってわけではないんですけど、一番最初にやろうと思っているのは一番上のドキュメントサイトの統一ですね。今、えー、っ ほとんどのプロダクトは、えっと、社内のコンフルエンスではない場所にドキュメントのマスターを置いているんですけど、えっと、社内のベルダユーザーのほとんどはコンフルエンス上にある、えっと、古いベルダのドキュメントのトップページっていうのを参照しているような状態なので、えっと、そこをまずきちんと新しいサイトに統一して、で、そのサイトの中でも えっと、ちゃんとテクニカルライティングを補助するようないろいろなえっと自動化機能であったりだとかっていうのを実装しようっていうプロジェクトを企画しているところです。あとは、えっと、ベルダのサービスは結構サービス間でのえっとマイクロサービス的な依存が多いんですけど、その依存関係っていうのが完全にクリアになっているわけではないので、ベルダの中の依存関係っていうのをきっちり洗い出して、 デプロイのときとか、アウテージハンドリングのときに、えー、と適切に関係する <laughs> えと開発チームに情報が届くように、えー、と情報整理をしましょうという話も進めようとしています。最後に書いてあるデプロイメントの手段の統一という話なんですけど、これについては、えー、と明日開かれる CICD カンファレンスでスポンサーセッションとして、えーと 取り組みの方針とか、あと、えっと、その方針の要素技術についての、えっと、ベルダ内での実際の導入事例とかっていうのを発表する予定なので、興味がある方は CICD カンファレンスの方にも来てみてください。よいしょ。はい。そうですね。えっと、ちょっと、なんていうか、テクニカルスタックみたいなところは。 ページを作るのを忘れていたので、口頭で補足しようと思うんですけど、えー、基本的には Python と Go でコードを書いています。えー、Python は基本、えー、簡単な Web サーバーとかを書くときに使ったりしていて、Go はクバイテスのオペレーターとかを書くのにゴリゴリ使っているっていう感じです。で、メトリクス周りは、えー、ローカルのスクレーパーは Prometheus を使っていて、で、Prometheus から、えー、さっき言った 中央のメタリックスストレージにリモートスライトするような形をとっています。で、ログストレージについては今、今のところはエラスティックサーチを使っているんですけど、これもさっき言ったログストレージの統一プロジェクトで、グラファなロキであったりとか、えー、っと、関数ログについては HBase のクラスターに、フル u エント D をと Kafka を使って投入するようなモデルを、えー、っと作っているところです。はい。 で、そういう差し込みの話をしたところで、えーと、どういう人を求めているかっていう話に入りたいと思うんですけど、えっ、ー、と、まずは行動面ですね。えー、っと、まあ、僕らのチーム、心理的安全性というか、そういうものをすごく大事にしているチームなので、えー、っと、その心理的安全性について、えー、っと、理解があった上で、それを実現しようと、えー、っと、行動できる人っていうのを強く求めています。 あとは何か困った時とかに自分で抱え込まずに周りの人にちゃんとヘルプを出したりとか連絡を出したりするできる人っていうのを求めています。で、3つ目のリーダーシップ。えっ、ー、と、これもとても重要で、えっ、ー、と、何か問題があったり決めきれないことがあった時にどういう方針で動くべきかっていうのを、えっ、ー、と、今ある情報できっちり判断して、えっ、ー、と、前に進める人っていうのを求めています。 ただ別にそれを、えっと、絶対にそういう行動をしたらいくらか失敗っていうのは付きまとうんですけど、その失敗っていうのは、えっと、前向きなチャレンジとして僕らを受け止めるようにしています。で、あとはちゃんと学び,つ学び続けてアウトプットを出し続ける人ですね。で、技術的な面で言うと、えっと、高い可用性を持つシステムっていうのは、一体どういうふうに作られているのかっていう ことについて、えっと、知識をきちんと持っている人。あとは、えっと、僕らはクラウドを作っている側なので、えっと、すごい低レイヤーな技術領域についても深く理解してトラブルシューティングはできなきゃいけません。っていうのと、えっと、現代的なモニタリングの知識ですね。えっと、例えば、一つのプロメテウスが、 すごい幅広い範囲のメトリックスをスクレープしたときに、それは一体どういう問題を引き起こしますかとか、えっと、それを避けるためにはどういうデザインで、えっと、メトリックスっていうのをデータフローを組まなきゃいけませんかっていうところについて、えっと、知識を持っている人が言えとすごく助かります。で、CICD の話もそうですね。えっと、どこのテストで何を担保するべきなのか。 で、デプロイしたときにどういう問題が起こり得て、それを、えっと、事前に防ぐ仕組みと、起こったときに、え、まあ、被害を最小限にする、復旧を早くするようなことをするためには、一体どういう技術、え、どういう仕組みが必要なのか、ということについて、えっと、いろいろ意見を持っている人が来てくれると嬉しいです。で、最後にマイクロサービスアーキテクチャの知識ですね。えっと、ある、 プロダクト、サービスを作るときに、えっと、そのサービスっていうのがどういう機能を内部的に備えていて、それを、えっと、どういう責任範囲に分解して、マイクロサービスとして、えっと、開発、デプロイされるべきなのかっていうところについて、えっと、まあ、一番上のシステムデザインのところともちょっと被るんですけど、そういうところについて経験と知識がある方を強く求めています。はい。ということで、えっと ベルラリーライアビリティエンジニアリングチームからの紹介は以上です。次はデータプラットフォーム室の奥田さんから紹介をお願いします。はい、奥田です、えーと。画面共有いただきますね。はい、えっ、ー、と、見えてますでしょうか。はい、えっ、ー、と、こちら、えー、私。 データプラットフォーム室の奥田と申します。私から LINE のデータプラットフォーム室における SRE でどういうチャレンジがあるのか、どういう仕事なのかということを紹介させていただきます。よろしくお願いします。はい、まずは自己紹介からです。データプラットフォーム室のデータエンジニアリングワンというチームでエンジニアリングマネージャーをしております奥田と申します。はい ねえっと、2013年、えー、弊社 LINE 新卒入社です。もともと DBA だったんですけれども、LINE ゲームの DBA やってました。でそこから、えー、っと社内移動で、えー、LINE 本体の、えー、ETL エンジニアから、えー、っとインジェッションパイプライン、えーまあ、Hadoop にデータを入れるような、えー、パイプラインの開発 ね、去年は HADOOP の移行ですね、弊社いくつか HADOOP クラスターがあったんですけれども、まあ、そういったクラスターの統合のプロジェクト、全社プロジェクトのリーダーを経て、今、マネージャーをやっています。で、今日のアジェンダはこんな感じでいこうと思います。えー、ミッションと、まあ、じゃあ LINE におけるデータプラットフォームは何か。で、えー、その次に SRE、データプラットフォームにおける SRE と、その技術的チャレンジということを紹介していこうと思います。 まずは最初はミッションです。えっ、ー、とまあこれまずライン全体のミッションなんですけれどもコポルサイトにクロージングなディスタンスというミッションが入ってます。でまあこの下で行動規約としてラインスタイルっていうのもまた公開されてます。でその中に、まあ、いくつかある中でラインスタイルの4番目なんですが Always data drive 感覚ではなくデータ事実を信じるっていう、えー、目標が掲げられています。まあ 何が言いたいかというと、全、ま、社、あ、的にデータ財産である、まあ、データっていうのはすごく重要で、えーっとまあ、エンジニアリングとして使うだけじゃなくて、まあ、ビジネス、企画、まあ、いろんな場所でデータを信じて、えー、仕事やっていこうねっていう、えー、ポリシーがあるということです。なので、えー、この LINE スタイル、えー、AlwaysDataDrive に合わせれば、データプラットフォームのミッションっていうのは、まあ、すごいシンプルですね、MakeDataDriveEasy、えー。Make Data Drive Easy. データドライブ、まあ、データ主導の、えー、企画や開発や、えーまあ、いろんなお仕事っていうのを簡単に手軽にできるようにやっていこうっていうことが、えー、目的となっています。じゃあ,、まあ簡単にミッションを紹介した上で、まで、あ、データプラットフォーム、LINE におけるデータプラットフォームってどんなのっていうのを、えー、説明していきます。で えとまずこれ、IU ・インフォメーション・ユニバースといいますが、こちらは、えー、LINE におけるデータプラットフォームのブランド名です。先、まあ、ほど、えー、プライベート・クラウドがベルダだよということが、えー、弊社・ンジからありましたが、えー、っとそれと同等に、えー、弊社・ LINE の、えー、データを分析基盤だったり、活用基盤というのが IU というブランド名で、えー、全社周知されているということになっています。 でまあ技術スタックも含めたアーキテクチャーも本当に簡単にですが、えー、説明させてもらいます。はい、もう文字なしで、えー、簡単に説明しますが、えー、左側こちら側がえっ、ー、とデータの投入基盤です。皆さんが持っている、えー、スマートフォン、まあ、LINE アプリケーションだったり、まあ、えー、いろんな LINE のサービスで使われている方も多いかと思います。 でまたそれが、えー、クライアントから直接だったり、えー、クライアントがサーバーにコミュニケーションしたそのサーバーの、えー、アクセスログやオーディットログ、またそこが、えー、抱えている、えー、っとバックエンドのデータベース、まあ、MySQL とか MongoDB とか、先ほどもう説明がありましたけれども、まあ、そういったデータ、まあ、こういったデータと名のつくものすべてが、えー、IU というプラットフォームに集まっているという感じになります。 じゃあね、集めるだけじゃ、えー、なかなかダメですね、えー。その先に活用しないといけないといけません。なので、えー、例えば機械学習だったり、データビジュアライゼーションだったり、また、えー、サービス側にまたフィードバックしたりっていうことを、えー、通じて、えー、全社的にいろんなデータの活用が行われています。 当然、機械学習チームやデータサイエンシスチームっていうのが別で存在するんですが、そういったチームが我々のプラットフォームの上でいろんな活動をしていますし、サービスごとの企画者だったり、開発者っていうのも我々のプラットフォームの上で何かトラブルが起きたときになぜこんなログが発生したのかっていうことですね、いつ発生したのかみたいな時系列データだったり、最近、ユーザー数が伸び悩んでいるけど、いつからなんだろうみたいなビジュアライズをしてみたいと。 ということもここののの IU プラットフォームの上で行われています。はい、こちらが技術スタックです、まああの。採用ページの、えー、っとジョブディスクリプションですね、えー、採用概要にも載っていますが、えー、こんなようなツールを使っています、えーっと。一部、この緑色になっているのが社内で開発しているようなツールです。まあ、柳島まっているクエリーツールだったり、オアシスっていうノートブック。 データハブっていうデータのインテグレーションツールだったり、Line アナリティクスっていう、えーとまあ、ログを投入すると自動的に可視化できるようなツール。まあ、こういったのは自社開発しています。まあ、当然、まあ、自社開発のものだけではなくて、まあ、この下にあるようなオープンソース、まあ、Hadoop のみならず、えー、Kubernetes やエラスクサーチ、またストリーミングシステムの Spark や、えー、Flink、えー、クエリエンジンのトリオまあ、前の名前で言うと p r e s t というツールで、えー いろんな形でデータを活用できるように、いろんなソリューションを提供しているということを理解していただければなと思います。また、データプラットフォームである以上、データガバナンス、セキュリティや権限コントロールというのは非常に重要です。なので、カタログシステムである IU ポータルだったり、セントラルドグマというコンフィギュレーションの管理ツールというのも使ってたりします。 じゃあ簡単にですが、これからどれぐらいのデータを抱えているのかっていうスケールを紹介させていただきます。まあ、1枚 1KPI でいきます。まず HDFS、この IUHADOOP の HDFS のキャパシティが大体270ペタバイト。まあ、こちら、どんどん増えていますね。まあ、どんどん増えているとどれぐらいかっていうと、大体1日あたり400テラバイト。まあ、日によって増減はあるんですが、まあ、これぐらい増えていますと。 でえー、サーバーの数ですね、大体5000台を超えてきています。えー、物理マシン、フィジカル、えー、仮想マシン合わせて、大体これぐらいの台数があります。でハイブテーブル、一、まあ、つのデータの、えー、タイプによって、一つの、えー、テーブルが作られているという感じなんですが、大体5万を超えるデータの種類が我々の中に、我々の IU というプラットフォームの中で活動している。 1>, で1日あたり統計だったり、まあ、ストリーミングジョブだったり、いろんなジョブが大体、えー、いい1日で30万ぐらい、えー、実行されています。自動的に実行するのもあれば、えー、手作業でアナライザーが、えー、いろんな SQL を投げたりするのも含まれていますで、えー。それを支える、まあ、データを投入するパイプライン、まあ、これも開発が我々データプラットフォームの SRE。えー S SWE の方の、えー、締めなんですけれども、まあ、これが大体、えー、秒間でピークで、えー、と大体、えー、1300万レコードぐらい入っています。まあ多い、多いかどうかっていうのはあれなんですけど、まあ、僕的には結構チャレンジングな環境だなと思っています。まあ、全体像をこう見ると、まあ、いくつか出しない数字もありますけれども、えー、こんなような感じになっています。 でこちらを大体80名ぐらいのエンジニアで、まあ、日本、韓国合わせて補っている感じになりますで組織図も簡単に説明させてもらいます。えーとまあ、こういったデータエンジニアリングとデータサイエンスのそれぞれの部署があって、その中でもデータプラットフォームというのは、こちらの一番上の図の組織になっています。 ほ他にはデータガバナンスを司るデータマネジメント室っていうのと共用しながらやっています。また、データプラットフォーム室の中には、いくつかのそれぞれの特性に合わせたチームがあります。例えば、僕のマネージャーをさせていただいているデータプラットフォームエンジニアリングですね。そういったことを専門とやる組織があったり、ほ他には ETL を専門とする組織や、カタログ、WebAPI を作るような専門の組織っていうのもあります。 だいたいたヒストリーを追うと、最初はまあいろんな環境でそれぞれが開発、管理していたデータ、ウェアハウスというのが統合がセンタライズをされて、そうすると今度はスケールの問題、人もクラスターもスケールをしないよねということで、一つの組織としてデータを管理して、さらにデータデモクラシー、サービス側にデータを活用できるようなデータオープンという施策まで今、到達しています。 まあ他の組織との関わりなんですけれども、当然、先ほどのデータデモクラシー、データの民主化って日本語では言えばいいかなと思うんですが、サービスサイドにいろんな活用ができるようなシステム、サービスというのを提供しています。当然、サービスというのは各サービスの開発だったり、マシンラーニングや統計チームというのにも使ってもらっています。 また、データガバナンスも先ほどから申し上げているとおり重要なので、セキュリティチームと協業して、全社共通のデータ活用のルールっていうのを決めたり、リスクっていうのはどこにあるのかっていうことを定義したりしています。で、まあ、弊社のデータ組織の面白いポイントとしては、オンプレミスっていうところがあると思います。なかなかないスケールっていうのを維持するために、オンプレミスという選択をしています。 そういったところにやはりいろんなテクニカルチャレンジがあるので、えーっとまあ、単純にいろんなパブリッククラウドのソリューションを使うだけでは味わえないいろんな挑戦があるかなと思っています。また、サービスやユーザーが非常に多いです。えー、っと社内ユーザーだけで700っていうことなので、えーっと、そういったデータを利活用してもらうためのデータの民主化やデータのスケールから来るさまざまなトラブルというのも解決する必要があります。 じゃあえー、本題ですね、SRE、データプラットフォームの SRE というところを説明します、まあ。大体こんなような理由があると思います。まあ、日に日に増え続けるデータがある。でそこにいろんなシステムが、えー、統合されていて、でまた、えー、オープンソースによってわれわれは成り立っています。そういったところで日に増え続けるデータを、まあ、キャパシティープランニング、まあ、どれぐらいのデータ、えー、サイズ、どれぐらいのシステムであればいいか。 でまた、えー、システム密に統合しているので、えー、ハイアベイラビリティ、公開要請やシステムの見える化、オブザーバビリティっていうのを担保する必要がある。でまた、オープンソースの間に成り立っているので、えーそう、分散システムにおける、まあ、非常に深い、えー、知識というのが、えー、と求められます、まあ。キャラクター的にはこんな人が、えー、望ましいかなと。まずはプロアクティブ、えー、自発的に問題を解決してくれる人。 だったり、えーと、ステークホルダー、まあ、IU というのはいろんな組織と密に連携しているので、それぞれのステークホルダーにいろいろ自発的に、えー、とネゴシエーション、交渉した,したり、アイデアを提案したりしてくれる人。また、まあ、オープンソースに成り立っているので、分散システムにすごく興味があるという人はすごくウェルカムですで、まあ。採用情報、ちょっとここ、えー、パブリック情報なので、まあ、ちょっと少し割愛しますが。 我々データプラットフォームでは2種類のポジションがあります。SRE の,、まあのサイトリアリティエンジニアと、もう1つはディストリビューテッドシステムアドミニストレーターですねで。この2つの違いなんですけれども、サイトリアリティエンジニアっていうのは、どちらかというと専門、Hadoop なら Hadoop、Elasticsearch なら Elasticsearch に特化したポジションとなっています。なので、スペシャリストを求めているようなポジションになります。 また技術的にむかなり難しい問題というのを解決していくポジション。一方で、ディストリビューティンシステムアドミニストレーターというのは、こちらは結構一般的な SRE に近いかもしれませんが、ジェネラリスト、いろんなシステムをこう統合して、プラットフォームとして維持運用していくのにフォーカスしています。なので、チームとしてプラットフォームを運用するにはどうすればいいか、またチームビルディングまで考えてくれるような人を募集しています。 ちょっと時間があれなので、技術的チャレンジっていうのは1つだけ紹介にしておきます。はいえーまあ、1つ、先ほどの SRE の業務の中であったキャパシティプランニングですね。今、すごくチャレンジングだなと思うことが、データプラットフォーム専用のデータセンターを作って建設、建設というか構築をするということをチャレンジしています。なので、我々専用のデータセンターはどのようなものがいいか、また既存のデータセンターとのネットワークのプランはどうすればいいか。 また古いデータのアーカイブポリシーだったり、えーまあ、いつまでもデータを保存していくとあのリソースを送っていくので、そのリソースの最適化というのも、えー、キャパシティープランニングの一つのお仕事となっています。ちょっと他にあるんですが、ちょっとここは割愛します、はい、結論としては、えーまあ、いくつか、えー、我々は抱えているテクニカルな問題というのがあります。複数のサービスがあったり、オープンソースだったり、またデータスケールが大きいということがあります。 まあこういった技術的難しさをチャレンジとして捉えて、我々の LINE コードの一つある a l ル w a y s d a t a イ r i v e いうのを叶えるというのが我々のミッションですね。またそういった人材というのをぜひぜひ募集しているので、興味あればぜひお声がけください。はい、以上になります。ありがとうございました。えー、っと、それでは次は、えー、っと、次は、えー、っ おーっとごめんなさい、ちょっと裏側が。タツモトさんですね。はい、えー、っと、画面をお渡ししたいので。はい、では、次はタツモトの方が続きをやらせていただきます。ちょっと画面共有いたしますので、少々お待ちください。はい、では、えっと ライン証券の SRE のタツモトの方から、ライン証券の SRE について紹介させていただきます。まず本日紹介させていただく内容の目次なんですが、このえっと5つについてちょっと軽くお話しさせていただきたいなと思います。まず最初は自己紹介ですね。その後にあの軽くその授業の紹介を,をさせていただきます。 えっと、で3番目について、LINE 証券で実際 SRE がどのような役割を持っているのかっていうのを、えっと、お話しさせていただきます。で次に、えっと、LINE 証券で実際にどういう技術を使って、この LINE 証券サービスを実現しているのかとか、えっと、どういうプラットフォームを運用しているのかとかについてお話しさせていただきます。で最後に、あの実際にその証券の SRE としてどういうことをやっていたりとか、えっと どえー、と日々の仕事はどのような仕事で進めているのかとかっていう流れを、えー、と説明させていただきたいと思います。ではまず自己紹介なんですが、えー、私、辰本悠平といいます、えーと、フィナンシャル開発センターの証券サルチームの、えー、とちょっとここ抜けているんですけど、マネージャーをさせていただいております。えー、とまず軽く略歴を、えー、と話させていただきますと、2015年 にえっと、独立系の SIA に、えっと、入社いたしまして、その際、えっと、金融関連、仮想通貨だったり取引所とかの関連の、えっと、開発とか、えっと、PM 業務をさせていただいておりました。で2019年に LINE 株式会社に参画させていただいて、あの取引所取引だったりとか、そ,こらその部分の開発をさせていただいております。 で2020年から、えー、と証券サービスチームに合流いたしまして、運用だったり、運用からの改善だったり、まあ、開発とかの方うも、えー、といろいろやらせていただいております。では、ちょっとまず軽く LINE 証券っていうのはどんなサービスなのか、えー、と説明させていただきたいと思います。えー、LINE 証券はご存知の方も多いと思うんですけれども、LINE フィナンシャルっていう会社と野村法人 さんが、えっと、ジョイントベンチャーした会社となります。で、主なサービスはスマホを利用した、えっと、投資サービスを提供しておりまして、えっと、既存の投資サービスと一番大きく違う点としては、まあ、その投資を、えっと、これまであの参入障壁の高かった、えっと、個人の皆さんに、えっと、分かりやすく資産形成などを分かりやすく提供するというのを主な目的とさせております。はいでは。 まず、えっ、ー、と、これまでのサービスについてですが、えっ、ー、と、まず、LINE 券は2019年8月に1株っていう、えっ、ー、と、えっ、ー、と、1株、えっ、ー、と、1株から取引できるようなサービスから開始しております。で、えっ、ー、と、リリースして2年ほど経つのですが、最近では、あの、コとか、えっ、ー、と、あと IPO とかのサービスも開始させております。では、ちょっとサービスの紹介はこれぐらいにいたしまして。 えっと、では、えっ、ー、と、LINE 証券の現在のシステム規模についてちょっと軽くお話しさせていただきたいと思います。えっ、ー、と、総口座数、今80万口座になっております。で、ちょっとこの後半の3つはあまり外に公開しない情報なんですが、えっ、ー、と、スループットっ、えー、例えば秒間の LINE、えー、証券のリクエスト数だったりっていうのは、えっ、ー、と、 ピーク時で、えー、と秒間1万リクエスト程度という形になっております。で、稼働しているサービスを動かしているコンテナの数は461コンテナになっていて、稼働ノード数、つまりあの VM とかフィジカルマシンだったりっていうノード数は136ノードとなります。だいいた 公式アカウントとかと比較すると10分の1ぐらいのプラットフォームなんですけれども、えっと、それでもあのスループットとかはかなり多くて、特にピーク時とかはさばきるのがかなり難しいような、えっと、状況になっております。はい。では次。えっと、LINE 証券の中での SRE チームの、えっと、立ち位置について軽くお話しさせていただきます。まず、LINE 株式会社の中に、えっと、フィナンシャル開発センターというのがいて、その中に開発実質 その中に、えーとラインえー、と証券 SRE というチームがおりまして、それが、えー、と我々の担当する LINE、えー、証券の SRE チームとなります。でここの図で、えー、と黒い背景になっております部分が証券 SRE チームが主に関わっていくチームとなります。えー、と例えばそのインフラチームだったりとか、あとは、えー、と開発室の横にある開発チームとか。 あとは、LINE、えー証,えー、証券側にある運用チームなどとも、えー、と日々日々話しながらサービスの改善などをさせております。では、じゃあ各チームとは普段どのように関わっているかとか、えー、ということについて話しさせていただきます。えー、とまず開発チームと あとは、えっと、基本的に開発プロセスの改善とか最適化とかを、えっと、提案しております。でそれ以外にも、えっと、リリースのプロセスの改善なども行っております。で運用チームとの関わり方としては運用作業の自動化だったりとか障害の検知や調査の支援とかをしております。でインフラチームとし,としてはインフラ作業の軽減をできるようなプラットフォームを作ったりとか、あとは開発チーム、開発 チームの方がそのインフラの,その例えばネットワークの知識だったりとかがえっと不十分な場合とかは間に立ってそのコミュニケーションの補助とかをさせていただいております。じゃ具体的にどういうことをしているのかというと、開発についてはえっとアプリケーションデプロイ基盤や実行基盤、いわゆるそのコンテナのオーケストレーション基盤などを設計したり運用を構築しております。でえっとまたその外接とかに際してえっと結構、その 金融特読な事情としてはいろんな外接先が多くてその外接先も結構独自な、えっと、使用をしてたりすることが多いのでそこら辺を吸収するためのプラットフォームやツールとかを、えっと、開発したりしておりますで。運用チームとの関わりについては、えっとまあ、よくやれるメトリックスとかログを収集する基盤とかの構築などが、えっと、メインとなっております。でまたそのこう 収集だけではなくて、実際に、えっと、例えばサーバーのリソースが足りなくなりそうとか、えっと、とかの問題に対するその予測とか対処とかも実施しております。で、インフラに対しては、えっと、新機能とかを作ったりする際に、その例えばサーバーの調達とかの事前の調整だったり、えっと、あとはネットワーク周りの設計 <laughs> とかを手伝わせていただいております。 はい、では技術スタックなんですかが結構皆さんあの前半の皆さんと被っている内容が多くあるので、えっと、LINE 証券独自の,そのアプリケーション実行基盤について紹介させていただきたいと思います、えっと、紹介する前にまず,、えっと、まずなぜ LINE が独自の,そのアプリケーション基盤を構築しているのかといいますと、えっと、金融サービスを、えっと、提供している いる、えっと、影響で、そのベルナのようなプ,プライベートクラウドを使いたくても、えっと、他のサービスと共有したその筐体とかデータセンターを共有して、えっと、使うっていうのができないっていう特殊な事情がありましてそれらを回避するために LINE 証券では独自の,そのデータセンターの中で、えっと、サーバーを運用してでその上で、えっと、コンテナーを動かしたりとかデプロイしたりをしております。なので、えっと なかなかそのクバ e ティスを LINE 証券のサービスだけで全部を運用したりとか使ったりするのが難しいっていうのが現状でしてなのでえっと独自のコンテナのオーケストレーション基盤を作らせていただいておりますで具体的にどういうものを使っているのかというと端こぶし社のえっとノマドというものを使っておりましてあんまり聞き慣れていない方が多いかと思うんですけれどもこちらもクバ e ティスと似たようなそのコンテナ なオーケストレーションサービスとなっていまして、えー、とクバネシスと違って、サービス自体、機能がかなり切り分けされておりまして、えー、と例えばコンテナのオーケストレーションはノマドウ、えー、が特化していて、でサービスとかのサービスメッシュとかはエンボイとか使っていたりとか、あとは KV の管理だったりとかはコンサルというものを 使っておりますで。ここに書いてはいないんですけど、えっと、機密情報とか Volt ていう製品を使っております。で実際に流れとしては、まあ、アンシブルタワーで、えっと、アンシブルを実行してノマドに、n o m a d っに、と、サーバーにコンテナをデプロイしてくださいという指示をしてで、それを経由して各サーバーにコンテナをデプロイしていくという流れになっております。はい では次、えーと、コンテナ以外にもログの方の監視基盤も、えー、と紹介させていただきたいと思います。こちらも同じように、えー、とログ上に、えー、と証券の例えば取引データなどの情報とかも載ってしまうので、えー、とそちらも LINE の、えー、とベルダーのような基盤に共有することはできなくて、独自な基盤を構築しております。で実際、中身としては、まあ、ジャーナルとかを使って、 フルエント D を使ってログを、まあ、エラスクサーチに飛ばしたり、ザビックスに飛ばしたり、その後キバナでそのログを確認したり、スラックでアラートを出したりとかするっていうのを独自で作らせていただいております。で、メトリックスについても、あの独自のプロメテースを運用していて、そのプロメテースを使って、えっと、メトリックスの監視をしたりしております。 LINE、はい、証券で使っている技術は以上となります。では最後にあのリモート勤務での一日の流れっていうのをちょっと軽く自分の一例ですか紹介させていただきます。えっと、まず、えっと、10時から10時半ぐらいは、まあ、リモート勤務を開始させていて午前中とかは えっと、基本的にミーティングとかレビューとかを、えっと、実施してたりとかします。で、昼食とかで、えっと、その日の市場の出来高とか、ちょっと金融特有なそういうチェックとかをしたりをしています。で、午後は、えっと、これは、えっと、通常業務の場合もあればリリースとかを実施したりとかするということもあります。で、ちょっと特殊なものとしては、えっと、証券サービスは、えっと、 だいたい9時から15時までが取引のメインの時間帯となりますので15時以降にしかリリースできないとかっていうことがありまして、えっと、15時からリリースを実施することがほとんどの状態となっております。で15時16時でリリースなどを実施し終わった後に、まあ、またミーティングとかあとはよく午後とかは改善のアイディアとかを書き出したりとかをしています。で、えっと、その後夕食取って最後は基本的に19時半ぐらいにだいたい 終わるんですが、たまに勉強会とかをしたりとか、あとは自分で自己学習とかをしている時間がこの時間になってきます。はい。では最後にどんな人が LINE 証券のサービスに、えっと、SR チームにおすすめなのかっていうか一例を紹介させていただきたいと思います。まあ、金融システムにちょっと関わってみたいなっていう方には結構おすすめしておりまして、あの LINE 証券は普通の金融機関と違って、かなりその技術に明るい方も多くて、かつ調整事と,とかもえっと普通の金融機関と比べて、かなりやりやすい方で、特にその金融関連の部署とかとも近いので、結構、金融サービスに関わるのは簡単ではないかなと思っています。であとはぎ、えっと、裏方、結構 SRE の,のお仕事としては、裏方、縁の下の力持ちみたいな状態になることが多いので、そういうところに抵抗がない。 ってていう部分が、えー、の方がおおめしておりますあと調整事と,とかも結構多いのでそこら辺とかを取っ、えー、てない方が良いかなと思います。で技術的な面については、えー、と他の方と共通するんですがその結構技術的に自分らでその基盤を運用しているので難しい課題を解決を結構しなきゃいけない部分が多くそこら辺の課題を解決したい方とかには結構おすすめしています。でどういうい スキルがあった方がいいのかっていうと、固定特典スキルに対して、そのこれをやっ,ってほしいっていうのはあまりなくて、逆にその新しい技術に対してどんどんキャッチアップできる方、しかもその深いレベルでキャッチアップできる方とかが、えっと、結構あるんじゃないかなと思ってます。あとは、基盤を運用していく上でいろいろ課題はどんどん発生してくるので、そういった課題を自分で見つけ出していくことができる方が良いかなと思います。 あとは、その、結構金融さ、金融会社はいろんな部署があって、部署間のその関わりとかも多いので、えっ、ー、と、他の部署にガンガン飛び込めるような、そういう方とかも結構良いかなと思います。ただ、最後ですけど、結構基礎的なところかと思うんですけど、ロジカルに課題とかを整理して、えっ、ー、と、お話しすることができる方は、えっ、ー、と、結構良いかなと思っています。はい。じゃあ、以上となります。 えっと皆さんありがとうございます。ぜひ、応募お待ちしております。では、続きまして、荻林さん、お願いできますでしょうか。はい、a i 開発室の荻林です。今、画面共有しますので、少々お待ちください。<laughs> えでは始めさせていただきます。えー、私、AI 開発室の織田と申します。<laughs> 私からは AI 開発室の SRE について説明させていただきます。はい、<laughs> えっとまず簡単に自己紹介をします。LINE には2015年に入社をしまして、えー、最初の2年ぐらいはデータ分析基盤の 2017年に今の LINEAI 事業の最初の取り組みになるクローバーのスマートスピーカーのプロジェクトにジョインしましてでそこからは AI 事業の中で主にプラットフォーム部分の開発とか運用をやってます。で今年5月に新しく AI 開発支援チームというのができまして今はそこのマネージャーをします。でチームについては後ほど、えー、詳しく紹介します。 えとまあ、あとはプライベートの時間は基本外で遊ぶのが好きで、まあ、サイクリングしたりキャンプしたりあと今年はカヤックを始めたりということをしていますまず LINE の AI 事業っていうのはそもそも何をやっているのかというところを説明させていただいてでその後、えー、その中での SRE について説明するという流れでご、えー、説明させていただこうかと思います LINE、はいえー、<laughs> の AI カンパニーは LINE の中で培った AI の技術を プロダクトやソリューションにして他の会社さんに使っていただくという形のビジネスをしています。まあ、歴史的なところで言うと、先ほど自己紹介でも話したスマートスピーカーのところから AI 事業っていうのが始まってます。まあ、ご存知の方も多いと思うんですが、スマートスピーカーって裏で結構 AI に使ってるんですね。まあ、例えば、勉強しててっていうと、それを音声認識して、それからユーザーの意図を自然言語処理で理解して、まあ、さらにそこからビジネスロジックを動かして、 回答をを音声合成を使ってしゃべるみたいいなそういう感じです、ね、で最初はそういうふうな授業をやっていたんですけどもその後 AI の技術自体を、まあ、他の会社さんにも提供した方が、まあ、ビジネスとして広がりがあるんじゃないかということで LINEBRAIN、えー、という名前で B2B の授業を始めましたで今はそちらのビジネスの方が規模としては大きくなっています LINE、えー、の AI 技術っていうのは非常に幅広い技術領域でやっていることが一番特徴になっています。まあ、音声だったり画像だったり自然言語だったり、まあ、いろんな分野でそれぞれ優秀なリサーチャーが開発しています。えー、と具体的なプロダクトとしてはこのようなものがあります。えー、音声認識、合成、チャットボット、画像認識、まあ、こ,これらの技術をプロダクトにして提供しています。 で一例としては OCR があります <laughs>、えっとあの。請求書の処理をやっている SAP のコンカーさんという、まあ、会社さんがあるんですけれども、まあ、そちらに、えー、と組んで、えーと、請求書を OCR で認識して、でそれをまあコンカーさんに渡すと、まあ。そういうことをやっていたりとか、あと、LINE のサービスの中でも OCR の技術って使われていまして、はいえーまあ、このようなトークルームの中での文字認識だったりとか、レシートの読み込みだったりですね。 そういうところもやったりしています。あとは、単一の AI の技術じゃなくて、複数の技術を組み合わせて、一個のソリューションにして提供するということもやっていまして、でそれには a i コールっていう電話応対のサービスですね、あのスピーカーと結構似てるんですけど、あの音声認識して、まあ、チャットボットで。えー 回答を作って音声合成してっていうのをまあ電話口でやるみたいなやつですね。まあ、そういうものをやってたり、あと EKYC っていう、まあ、オ,ンオンラインで本人確認をするソリューションなんですけ、ね、ど、まあ、あの現地で書類を出したりしなくても本人確認がオンラインで完結しますみたいな、まあ、そういうソリューションを、えー、と提供しています。有名な導入事例としては、ヤマトさんの,あのた宅,宅急便の周回 AI をですね、AI で受けるって。 私も実際このプロジェクトを関わってたんですけども、まあ、あのいや結構、えー、と電話が1日あるんですね。でまあそれを AI で受けて、まあ、完結してもちろん途中できないものはオペレーターさんに転送したりはするんですけど、まあ、結構な部分を AI でカバーしているので、まあ、これはだいぶ電話応対のコストが削減できてるなみたいなことを思ったりしていました。はいえー、とそういういいことをやっているのが AI カンパニーなんですけども、その中の組織はこんな感じになっています。ま,あ、まずあの、カンパニーっていうふうに言ってるんですけども、実態としては LINE の中の一部門ということになっています。で、そこにあの事業部門だったりとか企画とか、そういうのと並ぶ形で AI 開発室というのがあります。で、その開発室の中には <laughs>、すいません、えっ、ー、と、まあ,あの、リサーチャーもいれば、AI 技術を開発しているエンジニアもいれば、まあ、 あのサーバーサイドをやっているエンジニアというのもいて、す、ま、べ、あ、てこの AI 開発士というのに入っています。で、本日ご紹介するのは、その中の SRE のポジションという形になります。まあ、ちなみにもしあの、今まで、まあ、プロダクトの話を聞いて、プロダクトの方 AI のプロダクトに関わりたいという,う,う方が、もしいらっしゃいましたらあの、サーバーサイドエンジニアも募集していますので、まあ、そちらに応募していただけるといいかなと思います。 はいえー、とでは、SRE を担う部門として、AI 開発支援チームの紹介をします。えー、英語の名前にはあの、プロダクティビティという風に入ってるんですけども、あの開発と運用の仕組みを整備して、開発者の仕事を効率よくすると、とそういうことをミッションにしています。まあ、結果、他のエンジニアがまあ気持ちよく、えー、開発したり、運用できるようになったらいいなというふうに思っています。 立ち位置としてはこんな感じです。えー、LINE ではあの本日発表やった、まあ、ベルダとかもそうなんですけど、まあ、モニタリングなんかでも全社的に使える仕組みというのがいろいろありますとで。それらを使ってまあ実装されるプロダクトとして、えーとまあ、先ほどお話しした AI 系のものとかいろいろある形になっているんですね。で、その,あの我々の AI 開発支援、まあ、SRE のチームとしては、その間に立つ形で、 まあ実行基盤としては何を使っていこうとか、CICD どうやろうとか、まあ、モニタリングって何どう見るのがいいのかなとか、そういうことを整えるっていうのがお仕事になっていますで。今現在やっている取り組みとしては、ガイドラインを整えるということをしています。やっぱりプロダクト間で <laughs> CICD にしてもモニタリングにしても、いろいろやり方が違っているので、こうやるのが大体いい感じだねみたいな。 いうベスストプラクティス的なものをままとめています、まあ、もちろんあのドキュメントだけ書いてるわけでは全然なくて実際にはなんかサンプルで <laughs> プロジェクトを作っていろいろ検証していくっていうのにまあ結構な時間を使っていますで出来上がったものをあのドキュメントセットで開発チームに公開するということをやってますまあその中でもしなんか何かをやるのにツールを作った方が楽であればツールを作るみたいなそんなこともやっています えー、使っている主な技術としてはこんな感じです。まあ、大体他のチームと <laughs> 同じような感じですねで。サーバー環境についてはまあ基本社内クラウドのデルタなんですけども、G、あの AI ということで GPU サーバー使うみたいなケースも出てきています。あと開発言語もほ、まあ、他と同様に Java とか Potlin とかあるんですけども Go が結構ありますね。例えばあのスピーカーーカとか、AI、コールの あの電話のプラットフォームなんかは Go で動いてたりしますし、あのなんかちょっとツール作るみたいな場面でもまあ Go を使う場所ところとかっていうのは結構あります。あとストレージメッセージングはこんな感じで、あと CICD は VM だったら ANSIBL、Kubernetes だったら ArgoCD みたいな感じでやっています。ANSIBL は今、あのジェンキンスでやってるんですけど、まあ、これを AWX にしようみたいな、そういうことも、えー、今やっています。 ロー、まあ、リングはログスタッシュもちょっとあるんですが、まあ、大体フルエントリーという感じですね。はい、で、えーと、次に現状の課題についてお話しします。まあ、あの全体的にいろいろあるんですけども、<laughs> まだ SRE っていうのは、この AI カンパニーの部門内でちゃんと定着していないので、まずこのあたりをやっていかないといけないかなと。 いいう,うに思っていますまずは基本として稼働率とかをちゃんと可視化してみんなで共有しながらそれを上げていくというところをやりたいなと。でまあ、稼働率に限らずのモニタリングが結構バラバラだったりもするので先ほど紹介したガイドなんかを通して揃えていきたいなというふうに思っています。あとセキュリティのところとかも結構ちゃんとやらないといけないんですけども例えば暗号化どうやるとか権限どう管理するとかまあ そういうところを各チームでやると大変なので、まあ我々のチームで、えー、揃えて展開していきたいなということを思っています。あとはその上で、まあ、オンコールとかも含めて、安心してサービスを提供するための体制作りというのは、まあ、今時点で課題かなということを思っています。はいえーと あと、えー、最後になるんですけども、あのまあ、本日いろいろ SRE の紹介があるので、じゃあ AI カンパニーの SRE ってまあどういうところが特徴かなっていうのをちょっと、えー、考えて書いてみました。まあ、やっぱりあの、プロダクトを支えるっていうところで、まあ、対象のプロダクトに興味を持っていて、貢献したいっていうふうに思えることはまあ大事なのかなと思っています。AI カンパニーに関しては、あの前の方で説明したような感じで、AI のプロダクトで、 世の中の中人をを楽にすするといいうことを目指していますなので、それを一緒にやりたくて、それに公言したいという方とかは、応募していただけるといいんじゃないかなと思います。あと、サービスレベルについては、もう本日発表になったところ、どこもまあ、高いものを求められてるんですが、われわとしては、B2B でお客さんからお金をもらって提供するみたいな立ち位置になっているというところがま、また特徴かなと。 あと、SRE の部署っていうのが、まだそんなになできてないあの、出来上がって間がない,ないんですね。で、まだまだ、じゃ何からやっていこうかとか、そういう感じの議論もしたりしている段階なので、あのそ,んそんな中で、まあ、一緒に決めながらやっていけるっていう人が入ってくれるといいなと思います。なので、そうですね、自分で結構、これ次やった方がいいんじゃないかとか、そういうことを、えー、と考えて。 一緒にに進めてててくれるる入っももらえるととても嬉しいです、すあとああ、SRE をやられたい方っていうと、結構、高トラフィックの環境に行きたいんですみたいな方も多いのかなと思うんですけど、まあ、AI カンパニーでいうと、き、まあ、今日の他の SRE と比べると、めっちゃ多いとかっていう感じではないのかなと、もちろんそこそこはあって、でこれからもどんどん増えていくんですが、今時点だとすごいっていうわけではないです。 ただ複数の AI のコンポーネントを組み合わせてサービス提供してたりするので、まあ、システムとしてはちょっと複雑だったりとかあとウェブの知識だけで解決できない問題が出てきて他の人の協力を得るとかいう場面も出てくるかなと思ってます、まあ、例えば音声認識のエンジン更新したら認識結果の文字列が変わってで、まあ、対話がうまくいかなくなったみたいなそういうトラブルとかもまあ,あったりしますでサービスとしてはそういう状況も含めて 安定性を担保していく必要があるので、要素技術を担当しているエンジニアとかと協調しながら品質を高めていくという形になります。というのが AI カンパニーの特徴になります。もしこのような環境にも興味を持っていただけたら、応募いただけるとありがたいです。ご、はい、ご清聴どううもありがとうございましたでは、えー、最後、LINE プラットフォームの SRE について、えー、加藤浩二さん、よろしくお願いします。 はい、加藤です。画面共有しますのでしばらくお待ちください。はい、大丈夫ですかね。はい、それではこんにちは。LINE プラットフォームデベロップメントセンター1メッセージングプラットフォームデベロップメント室 Z パートチーム H ベースユニットの加藤浩紀です。このセッションでは、分散ストレージリライブルリティエンジニアというポジションにおける LINE プラットフォームのユーザーについて紹介します。 よろしくお願いします。今日はこのようなアジェンダに沿ってお話しします。はじめに LINE メッセージングプラットフォームや私の所属する Z パート h b a s ユニットの紹介。次に h b a s ユニットのテックスタックや実践しているリアアビリティエンジニアリングについてご紹介します。最後にまとめとして、今私たちが直面している問題、そしてチームにジョインしていただいた際、 どのような問題を私たちと一緒に解いていくのかについてお話しします。さて、LINE メッセンジャーアプリのバックエンド、LINE メッセージングプラットフォームは、おおむねこのような構成になっています。左側の LINE サーバーというグループの中に、メッセージングの中核であるトークサーバー、トークデカトンといったコンポーネントが存在します。また、関連するアプリケーションとして、ボット関連の処理や印象、 ユーザー設定の管理を行うものなども存在します。そしてこのプラットフォームを支える重要なストレージがレリス、HBase、カフカという3つのミドルウェアです。私たちは Z パートまたは IMF パートというチームにおいてこれらのミドルウェアの管理や関連するプラットフォームアプリケーションにおける開発業務を行っています。 私たちが管理する LINE メッセージングプラットフォームのストレージは、主要4カ国において1億7000万人に上るユーザーのために、1日約2.7兆のリクエストを高いパフォーマンス、そして高い信頼性を維持して処理しなければなりません。そのために LINE メッセージングプラットフォームおよびそのストレージは、およそ9000台の物理マシン、または仮想マシンによって構成されています。 私が所属する Z パート h b s ユニットは先ほどの3つのストレージのうち h b s クラスターの開発運用を行っています。h b s はメッセージングプラットフォームにおける主要な永続分散ストレージです。主な業務として継続的な監視調査改善によって h b s クラスターの信頼性やパフォーマンスを高める。操作や監視ツールの機能向上。 他ののチーームの開発サポートなどが挙げられます私たちは分散ストレージリライアビリティエンジニアというポジションで新しいメンバーを募集しています。ここで HBase ユニットの監視のためのテックスタックを紹介します。下にあるように私たちは複数の HBase クラスターを用途別に分けて運用しています。これらのログを分析するのが左に示したパイプラインです。 各ホストはファイルビートによってログをログスタッシュに送ります。ログスタッシュはログの内容、例えば GC のポーズタイムや HBS のリカバリータイムなどの情報をパースし、エラスティックサーチに保存します。そして、キバナによる可視化、またエラストラートによる通知を行っています。次に紹介するのがメトリックス分析のためのパイプラインです。各ホストは ディスク IO のレイテンシや HBase のレスポンスタイムなどのメトリックスをエクスポーターを通じて公開します。このメトリックスはクラスターごとに Prometheus が収集、保存し、g r a ァラ a n a による可視化、アラートマネージャーによるアラーティングに用いられます。また、メトリックスはフェデレーションインスタンスによって長期保存され、HBase クラスターのキャパシティプランニングの際にも用いられます。 さらに HBS クラスターのログやメトリックスは IMON という内製の監視ツールにも送信されています。これはログからの信頼性の高いアラーティングのために用いられています。HBS ユニットでは一部を除き、これらを自分たちで運用およびその自動化を行っています。アプリケーションは釣りマシンや v e l d a プライベートクラウドの仮想マシン上に構築され、その自動化には Ansible を用いています。 さらに一部のツールは VKS と呼ばれるマネージド・クーバニスクラスターにデプロイされています。このような監視基盤をベースに私たちは様々なリライアブリティエンジニアリングを実践しています。その一つが安全でスケーラブルなパフォーマンステスト環境の構築です。例としてテスト用の HBS クラスターを準備し、ある設定やスペックを適用した際のパフォーマンスを評価するとします。ここで 本番用のクラスターに送信される RPC リクエストをインターセプトし、Kafka を経由してリプレイヤーと呼ばれるアプリケーションに複製します。リプレイヤーは受信したリクエストをフィルターまたは増幅し、テストクラスターに対して再現します。これによりテストクラスターの設定やスペックが本番環境と同様の負荷に頼るか、またニューイヤーバーストのような急激なトラフィックの増加に頼るかを安全に かつ高い再現数を持ってテストすることができます。この検証環境を用いてテストしたものの一つが HBase の h t r e s です。h t r e s とは、リードリクエストをプライマリー以外のリプリカにも送信し、最も早く返ってきたリスポンスを採用する仕組みのことです。これにより、ディスク IO やネットワーク遅延によるレスポンスタイムへの影響の削減が期待できます。不安定なディスク IO を再現するため、 私たちは UD プリロードを用いて IO の不具合をテスト環境で再現しエトリーズによってレスポンスタイプの改善が実現できることを確かめましたさらに特定の状況によってネットロックが発生しリージョンサーバーがハングする問題の発見メトリックスの追加による可観測性の向上などを通じてコミュニティに貢献しましたもう一つ私たちが取り組んでいる例として HBS クラスターーのマイグレーションが挙げられますある HBase クラスターにおけるテーブルを別の場所に移転しなければならない状況を考えます。メジャーバージョンのアップグレード、スキーマの変更、マシンを配置するサーバールームの転換などによって、私たちは日々多くのマイグレーションを行っていますが、LINE メッセンジャーに求められる高い可用性から、これらの作業はほぼすべてゼロダウンタイムで行っています。まず ライフライドログの送信やスナップショットのコピーなどによって新しいクラスターにデータを複製します。次にアプリケーション側を新しいクラスターに対する読み取り、書き込みができるように変更します。この時、セントラルドグマというコンフィギュレーションサービスを通じて、プライマリー・セカンダリークラスターの切り替えや、読み書きの単一・同時モードの切り替えなどを動的に反映できるようにしています。 これにより、読み取りの際のデータの不成功がないかを確認しながら、新しいクラスターにスイッチすることができます。さらに、これはマイグレーション作業に限りませんが、ベート環境において、デスタビライザーと呼ばれる、リクエストを一定の確率で失敗させるコンポーネントを HBS に挟んでいます。これにより、障害発生時にもリトライ機能によってデータの整合性が保たれるかどうかをチェックしています。 ここまで私たちの実践しているエンジニアリングについて紹介しました。しかし私たちにはまだ達成できていない課題がいくつか存在します。例えば、マルチデータセンターにおけるアーキテクチャの改善。より信頼性の高いトランザクションやセカンダリインデックスの実装。タイ DB などの新世代ストレージミドウウェアの検討や導入。一つ一つ異なるリクライアンネットを持ったクラスターの SLO の導入と運用。 などが挙げられます詳しくは LINE 技術組織が抱える未解決課題というサイトで紹介されているのでぜひ読んでみてください LINE の分散ストレージリライアビリティエンジニアとしてジョインすると LINE メッセージングプラットフォームにおける LELIS や HBase、Kafka といったストレージミドルウェアの開発に携わることになります今回はそのうち HBase について紹介しましたが これら3つのニットが取り組む問題には2つの共通する特徴があると思っています。まず、問題が非常に大きいトラフィックによってもたらされるということ。これはすなわち、その問題の解決が多くのユーザーに影響を与えるということでもあります。2つ目は、技術的な観点において解決すべき問題が高いレイヤーから低いレイヤーまで非常に多岐にわたるということです。 分散システムにありがちな一貫性の問題といったレイヤーの高いものから、ミドルウェアや JVM、Linux、ハードウェアに起因するような、いわゆる低レイヤーに属するようなものまで、日々多種多様な問題に取り組んでいます。私たちはこのような LINE の分散ストレージリライアビリティエンジニアならではの課題に共に楽しく取り組んでいけるメンバーを募集しています。ぜひ応募をご検討ください。 最後になりますが、本セッションで紹介した事例は、このようなメディアを通じてより詳しく解説されています。興味があれば、ぜひご覧ください。本日はご参加いただきありがとうございました。はい、加藤さん、ありがとうございました。はい、ではここからですね、えー、視聴者の皆様にいただいている質問に回答していく Q&A のお時間とさせていただきます。登壇者の皆様、えー、皆さんぜひ出てきてください。 はい、えー、ファシリテーションは佐藤さん、よろしくお願いします。はいここからのファシリテーションは私、担当いたします。それでは、あの事前にもし、えー、質問などいただいていて、われわれも確認してますので、まあ、その内容も見つつ、いろいろ答えさせていただければなと思います。えっと、質問って出るんでしたっけ。あ今、えー、もう一人の佐藤さんの方の。 えっと、プロフィールの方に表示されてるんですけども、まあ、SRE エンジニアの評価についてですね、どのような点に注目されるかというところを質問いただいてたんですけども、まあ、質問された方ももうすでにトイレの改善であるとか、あれ挙げられているので、まさに SRE に興味がおありの方の質問なのかなというところなんですけども、一番最初の発表で私もあの評価の話をしたので一言、ひ、えっと言コメントをさせていただきますと、あのまさにあのトイレの改善であるとか、他の 多くの組織の説明にもあったと思うんですけど、今後、もっと SRE の重要性が高まっていくであるとか、他のチームと協業するというシーンがすごい多いのかなと思っています。ですので、トイレの改善も含めて、自動化であるとか、今後、長い視点で見たときに貢献が大きいところというのはすごい評価されるのかな、あるいはマネージャーとしても評価するべきところかなとは思っています。 もし他の観点であるとか、ご経験とかあれば、他の組織の方にも聞いてみたいですけど、奥田さんとか何かありますかはい、奥田です。データプラットフォームの奥田です。えっと、そうですね。まあ、基本的にはそんなに評価ポイントは変わらないです。最近やっぱりこう、我々データプラットフォームの中で取り組んでいることは、 あの運用が、まあ、今のメンバーでどれぐらい負荷があるのっていうのをできるだけ可視化するようにしています。まあ、何かオペレーションしたり、何かトラブルシューティングをしたり、えー、何か改善をしたりっていうのを、まあ、一つ一つちょっと、まあ、手間ではあるんですけれども、まあ、チケットにして、でそれが、まあえー、とどれぐらい時間がかかったかなっていうのを、まあ後から分かるようにしています。 挑戦的な改善、まあ、長期の改善っていうのに、まあ、月これぐらい取り込みるよねっていうのを、えーっとまあ、もっと広い判断で、例えばマネージャーとか、例えばユニット、まあ、テクニカルリードみたいな定義していて、まあ、そういったところを同士で、まあ、こういうことできるよね、また現場の人も、じゃあこれぐらい時間があるならこういうことを、まあ、新しいことやってみようかなみたいなのが取れる時間っていうのを見えるようにしています。はいなのでまあ 評価というか、まあ、ちょっと長期の目標っていうのを作るときに、まあ、それができないよってなるんじゃなくて、じゃあ、それがどれぐらいできるかなっていうのを、えーっとまあ、見える化して、えー、チャレンジできるような環境っていうのを整えて、まあ、今まさに今整えてるような環境になってます。ありがとうございます。もしかしたらこう、例えば他のサービスだとまた性格が違うとか、重要視されているところがあるかもしれないなとか思ったりもするんですけども、辰本さん 証券とかだとまた何を重要しているとかあるんですかそうですすかそうね基本的なベースラインとしては同じところかなとは思うんですけれども、えっと、証券としては結構その関わるステークホルダーが多くて例えば LINE 証券の事業部だったりとかあとその事業部のさらに先にいる社会の金融庁とか。 とかへの説明責任とかを果たさなきゃいけないので、そういう説明をあのどれだけ納得させるような、そういう論理的な説明できる部分も、あのとか、あとそ、その判断に至るまでの、そののどこまで合理的に判断できてるかって部分についても、評価のポイントに入れてたりしますね、はいあ。まさに面白い話でした。そうですよね。あの本当に、なんでしょう、リライアビリティとか、冷静に判断するとか。 あの特に求められるものがやっぱり違うとか特殊なケースはあるのかなとは思います。じゃあ次の質問にも行きましょうか。次の質問で頂い,いていたのが例えば勤務体制とかじゃなくてあエンジニアの組織構造の方が先に出てたんですけどこちらは各セッションで説明されてますと思いますしもしあのよろしかったらまたカジュアル面談とかで深く聞いていただく方が 早いのかなと、まあ、多分あのこれだけいるので、全部お答えしたりするとすごい大変かなと思うので、また資料など見ていただけたらと思います。まあ、じゃあ次にいっちゃいましょうか。はい、で勤務体制のし、えー、質問もいただいていまして、まあ、いろんなことをあの気になるのかなと思うんですけど、まあ、これも全体の話で言いますと、基本的にエンジニアの,あの勤務体系が裁量労働制になっています。SRE 業務をしていただく方もそうなっていて、まあ、ただもちろん、あのこれはもう本当当然のごとく、あの時間外の対応であれば、それには相当の手当てが出るという仕組みがあります。またあの、オンコールの仕組みであるとか、ローテーションを運用しているチームもいろいろあるとは思うんですけど、今日あのお話聞いていただいた通り、かなりそのレイヤーも違いますし、サービスも違うということで、多分運用はちょっとずつ違うんですね。もしあの、そうですね例えば、 コンテンツプラットフォームの方のオンコールでこういったところに気をつけてますとかもし何かあれば加藤さん教えていただけますかあはい、えー、とコンテンツプラットフォーム、ま、スタンプなどでは、まあ、ソフトウェアエンジニア SRE だけじゃなくてで輪番でやってるのでそもそもまず数か月に えーまあ、7日とかそういう頻度でみんが来るんですけども、まあ、障害っていうのは不幸にも重なることがある全く無関係な障害が例えば1日おきに発生したりとか、まあ、そういうのやっぱりあってそうなるともうたまたま1人の1人、まあ、2人で2人体制なんですけど2人当番の人の時に、えー、と障害が重なったりっていう時は、まあ、オンコール当番以外 の方が結構積極的に、まあ、例えば一つ以上は、えー、持たないようにするとかなんでもう当番という縛りに、えー、当番という中で縛られずに、えー、とみんなで分け合って、まあ、忙しい時はみんなでやりましょうという形でやってますね、はい、なるほどありがとうございますオンコールの話題ですと社内だとあのベルダの万事さんたちともたまにそういうお話をすることがあるんですけどベルダとかよりインフラに近い方だと ここういういとに気をつけていることですかまず、ベルターはそ,のそれぞれのチームが、えーっとまあ、自分たちのサービスの信頼性に最初の責任を持っているって話をしたと思うんですけど、えっと、それに応じてオンコードもそれぞれのチームの中で組むようにしてるんですね。で、えっと、じゃあ VRE はオンコードに対して何しているのかっていうと、人事的な制度の整備、要は、えっと、深夜勤務手当。 とかだけじゃなくて、ちゃんと待機手当も出せるようにしましょうとか、あとは、えー、っと、オンコールスケジュールを組むときに、えー、っと、最低何人、その週に当番に入るようにして、で、エスカレーションラインはどうしましょうとか、そういうところを決めたり、あとは通知のための仕組みを整備したりとかですね。で、えー、っと、一部のチームは、その VRE の中のメンバーがオンコールの中に入っていたりして、で、そういうチームに対しては、えー、っ 実際に発生したアラートをそのオンコールの通知用のシステムの方から利益を全部引っ張り出してきて、えっと、習字のレポートにして、この部分ってどういうトラブルがあったんだっけとか、えっと、このアラートはちょっと出過ぎている気がするけど、基準はどうなってるんだっけっていう確認を毎週やるようにしてたりします。なるほど、ありがとうございます。あそうですねやっぱりいいろろと 状況もあるんですけど、そういった改善とか、もちろん我々も一緒に取り組んでいるときもありますし、それぞれの要望に応じて、人事制度であるとか、サポートもいっぱいするようにしたいなとは思っています。じゃあ次の質問にも行きましょうか。次が確か、あデータベース構築の最適化。そうですね。今回の,あのトピックですと、まさに HBase の話であるとか、データベースのところ、話題があったので、加藤幸樹さんに 一言ぐらい何かリライビティの観点で考えたこととか発表した以外でこういうのもありますよとかあればあークラスター構築に関してはその重要なデータ、オペレーションとかあとメッセージに関してはデュアルクラスターといって、まあ、複数の同じデータ持っているクラスターを用意して信頼性を高めるといった取り組みをしたりしてますねあとはその,あの電源障害とかの際にラックに固めてると そこでえっとアメラ,ラブルになってしまうのでラック分散配置したりとかそういうことも今まさにいろいろ ITS システム室と相談しながら動いているところですそうですねあの社内 DBA のチームデータベースのスペシャリストもいろんなところにいるんですけどもそういったところと協業してっていうのはよく見かけます自分たちでもそういったリライビリティのことは気にするんですけど必要なところで必要な人たちの力を 借りななががらやってるっててるいいうのが多いかなと思いますじゃあ次に行っちゃいましょうかあ次がキャリアパスですね。これも、はい、私も説明させていただいたんですけど、30代後半以上のエンジニアの割合やキャリアパスについて。えー、っと割合についてはちょっと人事の方がちゃんとデータを持ってるのかなと思うので、今この Q&A のセッションではちょっとお答えしにくいんですけども、まあ、イメージで言うと30代後半でも、えー、っと私のセッションでも。 お話したようなインディビジュアルコントリビューター、マネージャーというよりは、きちんとあの自分自身の技術力で貢献してくれている人というのはかなり多いイメージがあります。で、そうですね、さらにあのチームごとの担当業務範囲とか、まあ、人材の流動性、まあ、特にあの採用の観点でいうと、社内でも、えー、社内のその社内移動の制度などがあったりしたりして、我々のチームにも。 社内移動で来ていただいている方とか、まあ、そういう意味で交流もありますし、いろいろ相互に流動性もあるのかなと思っています。じゃあ、ここはもう次に行っちゃいましょうか。はい。あ、次がなかなか面白そうな質問ですが、ログ分析の対象となるログはどのようなデータ,データセットでしょうかエラスティックサーチを使用のとのことですが、まあ、ユーザーの LINE の送受信内容でしょうかという。 こ,とではい、ここは、ね、LINE の送受信内容ということがあるので、まれ、あ、わ LINE プラットフォーム開発の方でいっ、まあ、一旦1つお答えさせていただこうかなと思うんですけど、われわあの方、LINE のサービス、まさにメッセージングを扱っているんですけど、大前提として、あのユーザーの LINE におけるそのやり取り、ですね通信内容というのは、えっと、事前のユーザーの同意なしに分析対処にするということはまず。 あの大前提としてないですね。で、こちらの質問があのおそらく、えっと、コンテンツプラットフォームの発表の時に出てきたエラスティックサーチの分析の話だったと思うので、ぜひあのコンテンツプラットフォームの加藤さんの方から、実際どんな分析をしているのかとか、ここに入れているのは何なのかとか、はい、もしコメントいただければ。そうですね。えっ、ー、と、まあ、一番よく、えー、あって、よく分析するものは、本当に。 ウォーニングとかエラーとか Java のスタックトレースとかそういった何か問題が起きた時の、えー、ときのシステム的なところのログがほとんどだと思います。まあ、あとはインフォのログで普通に後から追ったりは当然するんですけども、なので、まあ、アプリケーションのログ、サーバーのログって言われているものがほぼ中心ですね。なので、えー、とユーザーの行動を追うみたいなことは、まあ、多分やらない、やったことがないので、はい、わからないぐらいな感じですね。はい、ありがとうございます。 はい、ありがとうございます。まあ、そういう意味で違う意味での分析で言うと、そのデータプラットフォームの方で、まあ、より大規模な分析の対象っていうものに入っていると思うんですけど、奥田さんたちのデータプラットフォームの方ではどういった分析をされているとかありますか そうですね、まあ、あのデータプラットフォームは、まあ、そういったサービスを提供していて、まあ、当然その、いろいろな統計作業からマシンラーニングやえ、マシンラーニングでモデル作りとか、あとは各サービスごとに、まあ、あの可視化をするための,あの中間データ作りとか、まあ、そういったようなこともしています。あとは、まあ、エラスティックサーチはより、まあ、Hadoop などに比べてリアルタイム性があるので、まあ、そういったところはあの各サービスのログとか CS 対応に使うような。 特定の何かトラブルが起きたとき、なぜそれが起きたのか、まあ、システム的には見なきゃいけないけど、それが、まあ、デイリーですごくデータ量が多いので、じゃあ2日、3日前のものを見ると、ログがローテーとしてしまう、よくあることだとは思うので、まあ、そういったところのログサーチ、えー、IU のログサーチ、あーエラスギクサーチですね、エラスギクサーチに座して、なるべく早く何が起きたかっていうのを検知するようにするということもやっていますはいありがとうございます。 他のところでもそれぞれ特徴的なデータの扱いがあったりとか分析要件というのはあると思うんですけど SRE の観点ではやはりあのサービスのパフォーマンスであるとか何か問題解決のためのえっと分析という意味での分析が多いということですよねもし他にも他のところでも何かしゃべりたい方がいれば教えていただければ大丈夫でしょうか じゃあ次の質問にもいっちゃいましょうかあ。ありがとうございます。御社はハイパークローバーといった深層言語モデルの開発をされていますが、まあ、分析業務などでどのように使われているのかということですね。はい。これもあのコンテンツプラットフォームのところでの質問だったと思うのと、まあ、一応私もそこの担当なので一言コメントさせていただくと、あの事例としてはハイパークローバーではないんですけど、あの社内のまあ同じ 同じといいますか、関連する AI のチームと一緒に、自然言語処理の、えっと、技術を使って、まあ、LINE の中でスタンプをサジェストする機能があるんですけど、まあ、そういったところの改善というのは、今、走っていたりします。まあ、ただ、あの今後、どういうふうに応用していくのかっていうのは、本当、ちょっと、こう、これから次第というところですね。というところで、AI カンパニー絡みかな、AI カン絡みかなというところで、小木林さんも何か、ハイパークローバーについて。<laughs> はい。 こ活躍する余地はあるのでしょうかっていうご質問なんですけど、まあ結論としてはまだ分かりませんというのが答えになります、ねあのまあ、この超巨大言語モデルっていうのはとても新しくて他の AI の技術みたいにこういうユースケースに対応できますみたいなのがまだ全然知見がないんですねなので、まあ、まだわれわれの部門の中でいろんな実験をしながらあのユースケースを探っているみたいなそういうフェーズです。 ありがとうございます。まあ、で、さっき、先ほどの,あの事例に関連してなんですけど、実際こういった大規模なデータセットそのものが大きい場合は、サービスで使うのもかなり、まあ、そもそもデータベースにこれをどうやったら入れられるのかとか、その巨大なデータをどこかに届けなきゃいけないみたいなところ、まあ、そういったところでは、SRE 的な知見であるとか、サービス開発と一緒に、えっと、チームを組んでやってるっていうことがすごい生きてくることはあるのかなと思っています。はい。 ではいただいた質問以上になりますねはい皆さん本当にありがとうございます聞いていただいている方も本当に遅い時間までありがとうございますはいありがとうございましたでは私の方からですね最後えっ、ー、と募集ポジションについてと、えー、応募の方法についてご案内をして終了とさせていただきます えっと、まず募集ポジションなんですが、コンパスにも、えーぼほぼえー、この申し込みをしていただいたコンパスのページにも、えっと、リンクがついているかと思うんですが、このあ、えっと参加者の皆様に採用チームからメールを送りさせていただきます。そちらにもリンクが載っておりますので、そちらからぜひまたご覧ください。えこのフローなんですが、す、え、べ、ー、てのポジション 大体このような感じの選考フローになっておりまして、まずご応募いただきましたら書類選考があります。書類選考を合格しましたら、課題提出ということで、コーディングテストを受けていただいております。こちらはご自身のご都合のよいタイミングでご自宅で受けていただくようなテストになっております。そちらが合格しましたら、面接2、3回で内定という流れになります。応募方法なんですが、この後採用チームからお送りするメールにも詳細が記載されているかと思うんですけれども、 えっとですね、こちらの採用アンケートのあすいません、えー、と説明会のアンケートですね、えー、こちらの中に、えー、選考を希望するしますかというふうな質問がありますのでそちらで選考を希望しますということを選んでいただいた方に個別で採用チームから応募フォームをお送りするような流れで、えー、正式にご応募していただくような流れになっております。 また、えー、選考は希望しないという方であっても、ぜひあのこちら、アンケートをご回答いただければと思います。今後の採用説明会ですとか、イベントの参考にさせていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。そしてですね、えー、カジュアル面談の方も、えー、リクエストを受け付けております。まだ応募、えー、転職をしようかどうかはちょっと迷っているけれども、情報交換をしたいとか、もう少し今日、えー、説明会で聞いたことをもう少し深掘りしてお話をしてみたいとか。 そういった希望がございましたら、ぜひこちらのカジュアル面談のリクエストフォームからご応募ください。こちらも、えー、と採用チームからのメールの中に案内がありますので、ぜひご覧ください。はいでは、えー、と今日の説明会はこれで以上となります。視聴者の皆様、すごく長い時間でしたが、最後までお付き合いいただきまして、どうもありがとうございました。皆様からのご応募ですとか、カジュアル面談のご応募、えー、お待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。